皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、淵上咲です。始まったばっかで文句言うのもなんなんですけど、うん、俺の座る椅子が壊れてんだよね。どこがですか？壊れてんだよ、これ肘置きんところがさ。はもうほら見てごらん、ほらもうゴリ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 になっててさもうイライラするんだけど、これなんとかなんないのかなと思って。あ、削ってありますね。ああ誰か多分掘った後ですね、それ。なんかさ、多分椅子を、はい、その放送用のテーブルの下にこう置こうとした時に、はい、椅子の高さが高い人がゴリゴリってやって、あ、この多分肘置きのところがテーブルに当たって、はい、摩擦で多分壊れてんだと思うんだよね。あ、そうですか、ね、この雰囲気は。はいはい、ああ削れた後なのか。でそれを多分きっと誰かがボリ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 やってるから、もうなんかイライラくるんだよねとかっていやでもそういうとこってちょっと触っちゃいません？触っちゃうのですよね。そうなので、ほらこういう時期に誰かが、はい、入念に触ったようなところをまた自分も喋りながら触っちゃうみたいなところ。そういや分かります、はい、私は永遠にこのイヤホンのコードがあるじゃないですか、うんうんうん、結構長いんですけど、これを永遠にくるくるやっちゃいます、手で。あ、喋りながらずっとこれやってて、はい、横山さんにバレないようにこの机の下でやってる。小学校の時とかによく先生から手遊びはやめなさいって言われてた分だよね、はい、言われてましたね、やっちゃいますねああいうの治んないよね。治んないです。三つ子の魂100までとはよく言ったもので、うん、小さい頃にこうだったっていうことって、はい、なかなか抜けないもんね。そうですね私の結構源流となってるのは、うん、多分昔この字書いてたりした時の消しカス、はい、あれを授業中にずっと練ってたんですよそれで多分癖がついたんじゃないかな。やってたねって思います。俺はねコネ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 じゃなくて、はい、机に開いている穴の中にひたすらその消しゴムのカスを入れてでまたシャーペンの芯の針金のところでコリ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 掘ってでまた埋めてでコリ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 掘ってみたいな、はいはい、3月の公共工事みたいな感じ掘ったり埋めたり、いやいやいや掘ったり埋めたりみたいな、まあね、進化はしていってますね。何やってんだお前たちみたいなあれに近い感じだったんだよね。前進はしてますけどねそうだから気持ちはね分かるんですけど他人がやったと思ったら気になる。イライラくるわって言えばさ、はい、31日昨日、はい、俺がプロデュースした映画彼女は夢で踊るがね、横川シネマで5回目のアンコール上映だったのね、はい、うん、でおかげさまでその作品の質が高いからって言って、うん、京都とか大阪とかでも4度5度とアンコール上映をしてくださって、うん、でこのコロナ禍において彼女は夢で踊るはそのものすごい安定物件でたくさんのリピーターの方が来てくださってますよと、はい、いう評判とかを受けて、うん、まだご覧になってない方々がずっと見てくださっててさ、昨日が最終日だったのね、はい、で休みだったからさ、うんうん、普通にお客さんで見に行こうと思って、はい、で頭から普通に映画館でその自分が、はい、時が監督と一緒に作った加藤正也さんとかと一緒に作った映画を見て、うん、でエンディングまでちゃんと見て、はい、でまあ、せっかく来たからっつってマイク握らせてもらって、で即席の舞台挨拶もさせてもらったのね、それで、まあ、皆さん送り出して、うん、ありがとうございましたとかつってで横川シネマの溝口くんっていう館長がいてさ、はい、で溝口くんはもう大学の頃からの、うん、ある意味知り合いで、俺がアマチュアで映画を作ってたものを、はい、広島で俺の映画を見てんの。俺が福岡時代に実製作で作ってた映画が、はい、そう全国にこう行くわけよ、上映会で。あ、そっか。でその作品を見てて、はい、で俺がアナウンサーになるじゃん、うん、で横山雄二っていう名前じゃん、はい、で横山さんってあの福岡で映画作ってた横山さんですかって言われて、そうですって言って、はあ、あれこうで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 、あ、それ俺ですっつって、あの横山さんはアナウンサーになったんですかっていうところからの出会いなのね。うわ、そうだったんですか。だからまあ普通にその上映が始まったりとかするじゃない、はいはい、で今映画館って朝昼で夕方夜とかって全部の映画が違ったりするじゃない、うん、で昔は1日同じ映画をずっとやってたのよね。あ、はいはい、しかも1ヶ月間
うおー、ずっとそれなんですね。ずっと1ヶ月間ずっと同じ映画をやってたの。へえ。で今はその一本一本違ったりとかするから、はい、まあお客さんの客層も変わったりとかするじゃない、はい、でお客さんが彼女は夢で踊るが終わりました、うん、で俺も送り出しました、だ次の映画のお客さんが待ってらっしゃいます、うん、で入ります、はい、で入ってからはさ、映画館の人ってやることないのよ。あ、もうそうですよね。終わるまで待つしかない。そうなの、2時間ぐらい暇なのよ。確かに。だからずっと喋ってたの二人で、懐かしい話とかさはい、はい、これからのこととかも、うん、まさか二人でこうやってさ広島の映画のこととか語り合うとは思わなかったよねとかって言いながら、うん、で溝口くんって普段タバコ持ってないんだけど、はい、タバコを吸うの。ほいで俺がタバコを吸ってたのね、外でね、はい、でなんだかんだ喋っててさ、で必ず俺が俺と溝口くんのちょうど真ん中ぐらいにタバコを置くの。はい。たらちょっと一本もらっていいですかとかっつって、あ、もしかして、あ、言うよっつって、うん、どうせ吸うかと思ってここに置いてたよとかっつって、あ、そうだったんですね。で取って、はい、で溝口くん吸って、うん、でまた俺が吸ってとか、うんうん、でまた溝口くんが吸ってとかってで吸ってたのね。はい。たらちょうど目の前にパチンコ屋さんがあるの。ほうほうほう。でそのパチンコ屋さんからさ、はい、明らかにもう酔っ払いみたいな、もうお昼から明らかに酔っ払いっていう人が来ててさ、はい、それでもう死んたら死んたら死んたらみたいな、血取り足で血取り足でさ、よくまあここまでパチンコ屋さんで飲んだねっていうぐらいの方が出てきてさ、はいはい、でタバコを吸ってる俺らを見てさ、うん、ちょっとごめんけどさ、全部吸ってすっからかんだったっけさ、あら、タバコ一本くれるかって言われた、はいはい、でこのコロナ禍で全然知らない人がさ、ベロンベロンに酔っ払ってタバコくれって言うのも嫌じゃん。酔ってますね、はい、で自分のタバコからさ、はい、一本だけ抜いて、うん、手が当たんないように入って一本だけ入っていや、まあね、お疲れ様って言って渡したの、うんうんうん、だから ありがとうっつって、はい、でまたチンタラチンタラって言いながら横側の駅の方に歩いて行ったの。タバコ吸いながら俺が開けたタバコをね、はいはい、ライターは自分で持ってた人だから、あ、そうですか。それでなんかすごいね、あんな酔っ払ってる人がいるんだねっつって、千鳥足でさっつって、はい、あの人ねこの辺じゃ有名で必ず会った人にタバコくれって言うんだよねとかっつって、あ、そうなんですか、あ、そうなんだっつって、はいはい、なんでまあ対処法としては良かったよねあれでねっつって、まあそうですね、あげないとか言うのも変だよねっつって、はいはい、まあそうですよねっつって、うん、あの人はね横側の駅前にお昼は必ずいらっしゃるから、はい、だからもし前通ったらいますよきっととか、はい、へえ、いろんな名物の人がいるんだねとかって言いながら、そうですね、じゃあ今日もお世話になりましたとかって言って横貸しでも俺は離れたの、はい、それでちょっと気になったそのタバコの人が、いやちょっと気持ちわかるな、でもどうしてんのかなと思って、はいはい、で本当にいるのかな横側の駅のところにと思って、うんうん、それで横川シネマを出てから、はい、歩いて多分 400-500 メーターで横川駅の前に着くのね、はい、商店街ちょっと通って短いの、うんうん、それでずっとその電車乗り場とかバス乗り場の方にずっと行ってさ、はい、でちょうどベンチのとこ、横川駅のバスターミナルというかバス停のとこのベンチのとこ、あ、ありますね、にさっきの人がいたの、はい、あら座っててやっぱいたんだ、うん、いたので、うん、あ、やっぱり横川シネマ館長水口君が言う通り、はい、あの人は駅前にいつもいるんだと思って、でさっき俺によ、はい、全部吸ったけお金がないけタバコくれやって言った人が、うん、エビスビール飲んでたんだよお前いいビール飲んでんじゃねえかよ俺も発泡酒、俺も発泡酒、お前はエビスビール飲んで俺が手に入らないエビスビールちゃんと持ってた、いやだからそっか、うまいこと立ち回ってるんだ、いやそうなんだよ、でくっそエビスビール飲んでやがろうと思って、はい、ベンチの方にそっと目やったら武蔵のお弁当食べて、お前リッチだな、お前すごいリッチじゃねえかよと思って武蔵の弁当食べたくなる時あるけどそっかちゃん、ちょうど横側の駅の改札のところに、はい、武蔵があるのね、ありますね、そこで多分弁当買って、でエビスビール買って、でお昼を、はい、日向ぼっこしだからすごい優雅に食べててさ、すごいいい時間、でもベロッベロ酔ってんだよ、もうさっきと雰囲気変わってないんだけど、はい、金持ってんじゃねえかよ、本当だ、お前すっからかんって言ったから俺タバコやってるのにさもう声、もうコロナじゃなかったら声かけてすいませんけど俺ちょっとタバコもらっていいですかってもう言いたくてしょうがなかったイライラくるわと思って、いやでもいいな、なんかそうやってもらえるところからもらえる人になりたい、ああいうのの処世術みたいなのが
平気にできる人がいるじゃん。うまい人います。ね、うん、あの立ち振る舞いがうまい人。そうですね。はい、うちの主演さんにもいるじゃん。あの偉い人にはものすごい頭下げるけど、うん、あのバイトとか若い子には全然頭下げないっていう方がいらっしゃってると、あ、こういう生き方ねとかって思ったりするもんね。いや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 、皆さん。それはだから口紙が放送で言った方がいいですよ。言ってないです。あれちょっと締めるために放送で言った方がいいですよ。全然そんなこと思ってません。皆さんしっかり挨拶してます。1時間ごっきに言うじゃん俺に。いやいやいや。主演さんの話した方がいいですよ。そろそろとか。全然。皆さんしっかり挨拶してくださいます。すごく優しいです。こっち側がね、主演さんにあこんにちはとかって。いやだけど、はい、イライラ来るわとか、うん、なんでやみたいなことが、はあ、皆さんにもいっぱいあるみたいで、はい、福山の舘ひろしからね、うん、私事で恐縮ですが、はい、先週、うん、結婚記念日がありそのお祝いをささやかながらやりました。はい、その席で小学生の子供が私たちにねえ二人はやっぱタイプだったから結婚したん、と聞いてきました。はい、僕はすかさずそうだよと答えましたが、はい、妻の方は微妙な間が空いた後に別にと言いました。お前サワチリエリカか、お前サワチリかこらそこはそうだねでいいだろうがと思いましたが、うん、これまでもそんな感じでやってきたので心穏やかにこれからも持続可能な夫婦生活を送ろうと思います。そうですね、以上 SDGs な話でした。 それ関係あるかな。持続可能ね。そういう意味で、ね、それがいいのよ。そこ突き詰めないの、うんうんうん、そうですね。そうなの。ちょっと恥ずかしかっただけですよね。あ、そう取るのがいいよね。うんうん、だって本当にもう嫌になってる可能性があるからね。いやそうですね、うんうん、いやきっと恥ずかしかっただけですよ。そう考えましょう。そうね、うん、え縁紙とかどうなのよ。えそういうほら縁紙のとことかも、はい、お父さんお母さんがいたりするわ、うんうん、ね、はい、でなんかこう聞いたりとかしたことあるの子供の時とか。あ、ありますね。でも、うん、父には絶対聞いたことはなくって、うん、母にはもう根掘り葉掘り聞くし、うん、まあ、自分の恋愛話も話すし、恋バナは結構好きです。お前だってえむちゃくちゃ恋バナが縁紙好きだもんね。大好き。あれはじゃあ親ともするんだ。親ともしますね。じゃあ縁紙が今まで付き合ってきた、はい、20〜30人の30人もいないです。40〜50人。いやそんないないです。食っては食べ、食っては捨て、食っては捨て全然眠っちゃ捨て患者捨てみたいにした、80〜70人、願望はねありますけどね。くらいの人たちのことを、はい、お父さんお母さん、まあお母さんか、そうですね、まあ、大体知ってるの、はい、大体知ってますね。へえ、知ってる。広島来てからも、広島来てからもまあそうですね。へえ、なんつってんの、なんつってんの、なんつってんの、はい、そんなの秘密ですよ。え、なんかそんなにちょっとそのプライベートの恋愛のことを聞いただけで嬉しそうにするのやめてくれ。いや、ギリギリまで聞かれるのが好きだなと思って。あれ思うよね。でも俺、うん、その親父とおふくろね、父敬語と母清は、はいはい、あこの人たちは結婚する前は恋人同士だったんだなとかって思うの、うんうん、はい、ですごい文通してたらしいのね、うん、何年間も、はい、へえラブラブだったんだねとかって思うし、ね、それでうちの母清なんかはさ、うん、私はもうお父さんが死んだらもう一緒に死ぬかいねって言ってたのに、親父が死んでからもう8年経つんだけどずっと元気で生きてたけどと思いながら、素晴らしいことです。言うこととやること違うんじゃねえとかって思いながら、いいんです。でもほら親父がいなくなったから、はい、母清は独身になったんだよね、うんうん、だから誰と恋愛しても誰と結婚してもいいんだよ、うん、もう80過ぎてるけど、はい、それ考えたら、ああそうか、親父の女じゃなくなったんだなと思ってる。いやそうなりますね。なるなる、独身なんだよ。不思議な感覚、うんうん、だから俺は母清と2人でいるときは不倫、はい、不倫じゃない。それは息子と親ですから、うん、いや不倫だって、ま、独身だもん向こうは。まあまあね、お互いの気持ちの持ちようなんだろうな。肩もみ合ったりとかさ、帰り手させり合ったりとかするじゃん、もう不倫ね。それ親孝行って言うんじゃないですか。で、ね、あの女が作ったものを俺が食べたりとか。あ、そうですね。お風呂沸いたよとか言って、お入ろうかとかつって、であの女も俺の体を見に来るし。
気になるんだろうな。絶対良くない関係だよね、どう成長したかってね。いやでも思うよね、お父さんお母さんは、はい、あ好みなんだなとか、うん、あと結婚しましたとか言われる、はい、若いカップルとか見てたりすると、うんうん、へーあなたはこの人が好きでこの人はあなたが好きなんだ、はい、へーどこが良かったとかって聞きたくなるよね。聞きたくなります。そうですよね、うん、だって私自身は、うん、その男の人を絶対好きにはならないけれども、はい、別の人はまたその人のこと好きになってとか、うんうん、この人とは恋愛できないけどこの人とはくっついてとかあるわけだから、あるなんかフィーリングがね合う人、もう奇跡だよね。結婚とか、まあ、もっと言えば、うん、あのこの人と付き合うっていうこと、はい、でいろんな経験積んで、でこうなんだろう、1回目2回目3回目とかさ、うん、あって吉田拓郎さんとかは今の奥さんとかがこれまでに吉田拓郎と結婚してくださった皆さん、はい、本当にありがとうございましたっつって、私の時にちょうどいい具合に丸くなってきたっつって。あそうなんだ。そんなこと言えないね、すごいですね。だからそういうさ何回かの付き合いがあったりとかする中で、うん、ちょうど適齢期だったり自分がしたい時に相手がいたりとか、はい、そっかするじゃない、うんうん、ねえあの出会いは一つ一つがもう奇跡だからね。ですね。だって淵上なんかさ、俺もそうなんだよ、はい、俺宮崎から来たじゃん、うん、で淵上兵庫から来たじゃん。そうです。でここに通らなかったら絶対ここにいないじゃない。いや本当に。でそこでここでまた出会うとかなったら、はい、いやもう必然だよねと思うよね。まあ確かにそうです、ね、そ結婚するしない別にしても付き合っていく人たちが、はい、うん、でこっち側が好きになる、で向こうからも好きになってもらわなきゃいけないわけでしょ、うんうん、でまあ俺はその顔がよくって入ったけど淵上はそうでもなかったから。どの口が言ってるんですか。俺はほら顔自慢でやってきたアナウンサーじゃん。いやいや淵上って愛嬌がいいって言われて。いや私も顔自慢で入ってきたつもりなんですけど。おかしいですね。あれだからこっち側が好きになっても、はい、なかなか向こうが好きになってくれないでしょ。いやまあまあそうなんです。でしょ、俺なんかもうみんなキャーキャーみたいな、会社から出るときわーしょいわーしょいみたいな感じ、おいおいどこに連れて行かれるんだよみたいな感じ、わーしょいわーしょいみたいな、はい、あんな感じになるから。そっか見たことない。お前の気持ちが一切わかんないから。でも奇跡だよね。いや本当そうですよね。いやだからそういうね、横山さんと今ここでこうやって恋バナができてること、うん、そうそう嬉しいですよ私。これも出会いだから、淵上と俺が番組やってること、うん、でそれをリスナーの方々が見つけて聞いてくださって、うん、面白がって毎朝のように聞いてくださる、はい、そしてその笑っている筆頭の馬越、うん、そしてピスタチオっていうね、うん、この番組観覧車のこの2人、観覧車じゃなくて向こうでちゃんと操作してくれたスタジオ見学の皆さん、番組作ってます。もうこの出会いとかは奇跡だよね。いや本当そうです。大事にしていきましょうね、うん、いやだから奇跡だからこそ一人一人、はい、一人一人いろんな仲間や味方や思いを共にする人たちをその増やしていきたいし、はい、でそれを乱すような人がいたらちゃんと排除しなきゃいけないしみたいな、自分のことだからこそ大切にしていかなきゃいけないよなとかって思うから、うん、そうですね、この福山の舘ひろしの結婚記念日のたった一枚のメールで、多分広島中の方が今いろんなこと考えるわけじゃん。いやそうです、御前様様を通して。すごいことだよね。そうですね、いやだからこそもうちょっとオープニングであのリスナーのメールを読んだ方がいいかなとか思ったりもして、ちょっと今後悔してるんですけど、まだ1枚しかね。そうだね、読んでないから。まあでもこの時間に1枚読んでるってことは相当読んでるってことだ、はい、あそっか。御前様様ではかなりのペース、かなりのピッチで読んでますよ。いやそうですね、まあ、このあと、まあ、この調子でいけば、はい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 、あとね何枚か。だって20分に1枚でしょ、うん、はい、ってことは1時間に3枚、うん、ってことは、まあ、大体2時間40分だから10枚弱、うん、そうですね、ぐらいはいきますよ。いやもう本が出ます。いやいやだいぶ少ないですけど。そのぐらい
のペースで読んでますから。こんなもんでいいんですかね。もう十分だと思いますね。どうですか、うん、もう一枚ぐらい読んどきます。読んどきますか。読むに値するメールですか。これはそうで値すると思います。あ、そうですか。読んどきましょう。スウォー島のイクティさんから、はいはい、昨日夕方からバイトに向かおうとしたら車が故障してしまって、うん、タクシーに乗るほどの距離でもないかなとも思って、バイト先には遅れますと連絡を入れて歩いてバイト先へ行きました、うん、1時間ほど歩いて到着しましたが、日頃歩いていないし夕日も暑くてバイトをする前に疲れてしまいました、はい、毎日歩いてる横山さんって本当にすごいんだなと今更ながら思いました。いいえ、普通ですよ。そうですか。だって1万ぐらいを、うん、まあ、確実に1万と思ってるけど、1万歩、うん、多分普通に日常をお昼に歩いてたりとか生活してたら3、4千歩とか、うん、多い時は5、6千歩ぐらいなの、ね、はい、だから意識して歩いてるの多分5千歩とか、なるほど、6千歩とかっていうと、うん、多分3キロ4キロぐらいなの。はあ、はあははあ、それ考えたら、まあ、1時間もそんなかかんないし、うんうん、でその間いろんなこと考えたり、はい、だからそれこそ俺は今ラジコでずっとそうです、ね、番組聞いてたりとかするから、ね、うん、それはそれでまた有意義な時間で帰ってすぐお風呂入るみたいなことだから、うん、はい、大したことないっちゃ大したことないよ。あ、でも、うん、そう思うのは多分横山さんがずっと、ね、もうだって2年ぐらい1年半ぐらい、だってコロナ始まってからだもん。あ、そっか、うんうん、ずっと歩いてるじゃないですか。あ、慣れ、もう体が慣れちゃってるから。いや、だってね、飯食った後に歩かないと消化が悪いような気がするの、うん、あ、だから寝るまでずっとお腹の中に固形物がぐちゃってあるような気がするの、はい、なるほど。で俺歩くときにずっと腰をひねりながら歩いてる、はい、あ、はいはい、ウエストとかね、ほい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 右フック左フック、うんうん、右フック左フックみたいな感じで歩いてるから、はい、そうするとこう胃腸とかがさ、くね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 されるから、はい、歩き出して20分ぐらいしたらかな、うん、あ、なんか腸とか胃とかがちゃんとこう消化していい具合になってるみたいな、だからそのいわゆる胃もたれ感みたいなのがなくなるよ。ああ、そうなんですね、うん、そっか、だから慣れてるからこそ、はい、もう今ね、うん、しんどくなく歩けるけど、久しぶりに歩いてたら誰だっけ、週末のラジオ聞いてたらさ、うちのリスナーだったと思うけど、はい、うん、え、日曜サンデーかな、はい、なんかウォーキングしようと思って6000歩ぐらい歩いたところでマック見つけて、でポテトとシェイク食いましたとかしんどくなってっつってあ、多分うちのラジオだったと思うんだよな。はあ、どういうことで、うん、本当に弱いやつがいるって意志がね、そう、心から軽蔑するほど弱いって思ったんだよいや、気持ちは分かりますよ。だって本当に食べずに歩いてたらショコラジじゃない。いや、ショコラジ読んでないですね。読んでない、うん、なんだろう、俺うちのラジオで聞いてるのってショコラジぐらいなんだよ、ね、本当ですか、ありがとうございます嬉しい、光栄。それ考えたらショコラジのリスナーじゃない。ショコラジのリスナー、喋れてる意思が弱いからリスナーの意思も弱いんじゃないかっておかしい。え、読んでない気がするけどな。あ、本当、はい、まあ、でも私もそのメール見つけたら意思が弱いなと思ってボツにする思うよね。6000歩だよで、あ、しんどいと思って、うん、なんか黄色と赤のハンバーガーショップを見つけたので、はい、入ってシェイクとポテトを食べましたみたいなのがあって、いや、世の中には本当本当にダメなやつが、だからそういうやつにタバコを渡してよダメです、ダメです、一服どうぞつって、うん、マクドナルド食べてタバコ吸ってつって、歩きながらでしょポテト吸ってタバコ食ってみたいになるよね。ウォーキングの意味ゼロになりますからさあさあ、はい、皆さんと共に歩むかのようにお送りしようと思う、はい、御前様様、6月に入りました。ほ、6月1日火曜日、今日のメニューです。10時20分頃からはレギュラーコーナー御前様様商品開発部、リスナーの皆さんにゴーストライターになっていただいて名曲の歌詞の一部を面白く変えてもらうというネタコーナー、名曲ゴーストライターです。はい、ということでもうすっかりこの火曜日人気コーナーになりました、はい、リスナーの皆さんが、今までの名曲のメロディーの中に皆さんが作詞家になって、うん、そうです、新しい歌詞をはめ込んでくださいということですけども、はい、ではでは今週皆さんに歌詞を考えていただく曲はこの曲ですということで、小泉今日子さんの見逃してくれよが今週のお題目、
ということですけども、はい、この歌詞が隠された本当の歌詞は、コンパで一気ができなくてもいいじゃん、見逃してくれよ、見逃してくれよ、まあ、今では考えられない。そうです ね、やっちゃダメですもん、はい記者会見断ってもいいじゃん、いいじゃん、見逃してくれよ、大底の帯ですみたいなそれはね、うん、ダメとは言えないし、なんかもうどうちょっと病気だったんですって言われたらもうダメですって言いにくくなるよねとかって思いながらね、うん、さあさあ、ではこのいいじゃんいいじゃん、はい、何を見逃してくれというのかというのを皆さんから大募集ですけども、はい、それではうちの優秀なスタッフが考えました、はい、例文、例えば、カラオケ続けての曲歌っても、LINE 絶対教えたくないから、私 LINE やってないんでーすって嘘ついても、見逃してくれよ、見逃してくれよ、あ、私 LINE やってないですって言われて、まあ嘘だろうなと思う、ね、絶対そうです、ね、うん、なかなかね、今 LINE やってない人って言ったら携帯持ってたらもうほぼ入れてるんだろうなって思います、ね、うんうん、だってもうさ、その国からのお知らせが LINE だってするわけだから、ね、いやそうですね、うん、確かにライフラインだからね、うん、違いないです。昔は携帯番号教えてよって言われたら、はい、0と6を分かんなく書いてたりとかしたよね、うん、あ、そうなんですか、お、あと9と6をわざと変えたりとか、はいはい、あ、7って書いてるのか1って書いてるのか分かんないとか、なるほどなるほど、はい、なんかそういう工夫をいっぱいしてましたよ、かかってこないように、はい、ですね、そういう経験が終わりだったんですね。なんで今その話をしたら淵上今前のシャツのボタンを外そうとしたんですか。いやしてないしてない、なんでちょっとおっぱいをちら見せしようとしたんですか。今したよねしてないしてない、いやいや、ちょっと気になるなって思ってちょっと締めようって思ってし、俺見てないよね、え、いやいや、見てないけど、今日のこのシャツ結構あれなんですよ、深く、そう、胸元がドーンと開いてんだよね、そう、だからちょっと締めようと思って締めましたなんか喋ってる最中にボタンをこうやって下、待って脱ぐの着るのどっちみたいなさりげない動作じゃないですか。喋ってる最中におっぱいちらっと見てもいいじゃん、ダメいいじゃん、全然良くないです、見逃してくれよ、見逃さないですということで、はい、今週は小泉今日子さんの見逃してくれよお待ちしております。はい、そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議、今週は厚みの話をテーマにお送りしています。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様火曜日、では行きましょう、朝の運試し午前様クイズ。クイズの正解者の中から抽選で1人の方にパーソナリティ6人の顔写真をモチーフにした午前様様手ぬぐい第3弾をプレゼントします。色はグリーンとピンクの2種類、どちらが当たるかは届いてからのお楽しみです。応募の際にはクイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。では今週の午前様会議のテーマ、厚みの話、分厚さね、うん、厚みの話にちなんで、今日は淵上咲き問題です。はい、家の近くに最近ものすごく素敵なブックカフェを見つけたんですよ、はい、古本屋さんなんですけど、うん、で、あの本がわーって置いてあって、カフェ飲むスペースが本当に3席ぐらいしかなくって、うん、でこだわりのドリップコーヒーが売ってあって、はいはいはい、うん、でもう本当に一軒家を改装した感じ、ああ古民家みたいなところ、そんな感じです、うん、もうすごく素敵だなと思って入ってって、うん、あの素敵な時間を過ごしたんですが、はい、ちょっとそこを出て、まあ、今までなんとなく、あ、後悔するなって思ってることがあるんです、うんうん、一体気にかかること、はい、何でしょうか。そのブックカフェに置いてある、うん、本を読んでるふりをしてちょっと盗んじゃって、全然ない見逃してくれよ、見逃してくれよ、見逃さないお店の人には見つからなかったけど、自分の両親がずっと咎めてる。いや、そらそうでしょうね、そこのドリップコーヒー、うん、美味しいんだけど、はい、テーブルに置いてあるスティック砂糖シュガー、をガサッて束で取ってバッグに入れた。やりたくなる気持ちが ね、はい、昔ね、アナウンス部のコーヒーに砂糖がない砂糖がないって言ったら、わさがちょっと私
ファミレス行ってきますって言って、はい、戻ってきたらすごいさ、おかしいでしょ、おかしい。絶対そんなの嘘です。お前、そこで取ってこなくても売ってんだろうって。すいません、思いつかなくて、つって。思いつかない。むしろそっちの方が思いつかないですわ。いや、まあでもね、お得ですもんね。やっちゃいけないですけど、ね、うん、今はね、うん。あ、そうだ。なんで、厚みが関係あるのかというと、その古本屋さんに結構厚めの本があったっていう、あ、なるほど、ね、はい、ことです。あ、はい、ちょっと分厚めの。そう、分厚めの本が結構ある本屋さんだったっていうことですよね。分厚めの本が多かったから、うん、家から、キュウリ持ってって、そこで、漬物石代わりにこうやって。分厚い本を上に乗っけて、で、立派な本がちょっとシミだらけになっちゃった。いやー、それは、いや、でも確かに私、今、うん、味噌を作って置いてるんですけど、重し置かないといけないんですけど、いざ探してみたらないですね。周りに重し、なんか石みたいなのもないし、うん、どうしようと思って塩1キロを袋に入れてポンと置いてるんですけど、はい、意外とないなと思って。あー、はあ、そうだね。だからね、分厚い本とか便利かもしれないです、ね、うん。あとカーリングの石とかね。ああいうのがちょうどいいよね。そうですね。分厚い本を読んでたら、うん、かが、あ、邪魔だな、邪魔だな。で、本のとこにポンと待ったから、で閉じて、そのまま返した。次見た人、嫌だろうな。誰かの血と蚊のあのぺったんこの死骸があるわけでしょ。さあ、はい、淵上岬は近所に、うん、分厚い本なんかがいっぱいある、はい、カフェ、そうです、があります、うん、で、そのおしゃれな古本屋のブックカフェ、うん、で、なんか今もちょっと心に残ってることがあるんですけど、一体それはどんなことでしょうかというのが問題です。ファックスは 082-221-3300 082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス午前@rcc.net、 小文字で gozen@rcc.net です。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで、答えの発表は10時の頭です。当選者の発表は番組のエンディングで行います。平成ラジオバラエティ午前様様、RCC 本社第2スタジオから、私の日常に起こった事件を描く火曜の朝のミニドラマ、火曜サキペンス劇場。さあ、果たして今週、淵上南にどんな出来事が起こったんでしょうか。それは充実した朝の出来事でした。あー、今朝は早起きしたし、朝はオクラ納豆を食べてフルパワーだ。まずはかき混ぜるの。北大西洋条約機構を、ってそれは NATO やろ。 NATO で NATO、 NATO をかき混ぜたらおかしなことになるやろ。かき混ぜるのは納豆や。納豆のパックの蓋をペリペリっと開けて、タレを納豆にかけて、あ、何やった。納豆の上の薄いフィルムを取り忘れてた。今週の事件を紹介しよう、はい、朝食にオクラと納豆をあえたオクラ納豆を食べようと準備していた淵上さん、そうなんです、納豆の表面の薄いフィルムを取り忘れ、フィルムの上からタレをかけてしまって、トホホ、はい、ごめんなチャイコフスキー、そう、ノーミソース、うん、急いでフィルムを取ったけど指が垂れ臭くなって再びトホホ、はい、今日は納豆のように粘り強く頑張りまっする事件、はい、うん、頑張ります、うん、あるね、あるある、うっかりですよね、うっかりがあるよね、信じられないことたまにすることがあるよね、そうですよね、うん、なんだろう、焼きそば、はい、なんか焼きそばをなんかこうこうやって粉入れたりとかして、うん、粉入れた後にお湯をゴーって、あ、そうか、お湯を出した後粉かってなんかぼーっとしててする時あるよね、あります、え、こんなこと俺するとかって、ね、そうそうそう、思う時あるよね、どこにもなんか言うことができないから一人で笑うっていうね。今日もお昼11時40分まで生放送でお送りします。さてさて、今日は青空が広がっている広島市中区元町上空ですけども、岸さんも多分言うことないんじゃないかと思うんですよね。あ、そうですね、暑いですぐらいじゃないですか。あ、確かに読んでみましょう。岸さん、
はい、おはようございます。おはようございます。どうですか？確かにあんまり言うことないんですけど、昨日より暑くなりそうですよ。はい、はい、うん。気温からいきますけども、最高気温が28度とか29度ぐらいで、うん、昨日30度超えしたのは家計1箇所だったんですけど、はいはいはい、今日はもうちょっと増えてきそうです。うん、空気はカラッとしてますけど、熱中症にならないようにこまめに水分取るようにしてください。はい。はい、午後にかけてもよく晴れてね、降水確率も 0% ですから、うん、洗濯日和ですし、布団干しにもいいと思います。はい。あと、梅雨の中休みは明日までです。うん、明日は晴れますけど、今日より少し雲が出やすくなりそうな、そんな晴れになりそうです。はい。はい、明後日木曜日は次第に雨で、午後は本降りになってきそうですから、外仕事などは明日までにしておくと良さそうです。はい、ってことは今日と明日洗濯物もしっかりやっておくってことですね。大丈夫です、はい、今何か目立った警報や注意報出てますか？はい、南部に乾燥注意報が出ています。火の元には十分気をつけるようにしてください。はい、わかりました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。天気予報は岸さんでした。今日からいよいよ6月、冷たいビールが美味しい季節ですね。ところでビールの起源はといえば、なんと紀元前8000年、自然の恵みから豊かな味わいを引き出す太古の技が今も脈々と息づいている。ビールもまた伝統文化なんですね。伝統の技で本物の自然な香りを伝えます。日本香道のお線香語り部です。ラベンダー、白梅、桜、バラ、カーネーションの花の香りのラインアップ、いずれも煙少なく残りが爽やか。お線香は自然な香り、日本香道の語り部をどうぞ。お便り様様、このコーナーは日本香道の提供でお送りします。思わずなんか自分でも考えられないような失敗をやってしまうケンケンペインさんから、うん、今朝眠かったので目覚めに炭酸水を飲もうとしたんですが、なぜかシャカシャカ振ってから開けてしまう。ああ、分かる優勝のビールかけでもしたかのように一瞬で部屋と自分がびしゃびしゃになってしまいました、うん、寝ぼけているとダメですね。なぜあんなことをしたんだろうかと思います。蓋を開けたところから嘘だと思うんだよね。いや、そんなことない。頭ね、炭酸水を、はい、シャカシャカしちゃったっていうのまで本当だと思うの。あ、なるほど。だけどピシッってやった瞬間にあーと思って止めるじゃん。あ、それなんか部屋がびしょびしょになりましたとかっていうところは、多分ちょっと作ったよね。あ、なるほど。じゃちょっと本当のことを。あのさ、キャップも何もついてないさ、うん、飲み物が下に沈殿してたりとか、はい、いわゆるコップに入れられた飲み物が下に沈殿してる時に振ることない。じゃあ、全然ない。俺2、3回あって。ないない。俺スムージー飲むからさ。あ、なんか下に沈殿したなと思って、振ろうとするんだよ。コップに入ってんだよ。で、じゃあって私が、ってもう取り返しがつかない。いや、小山さん、意外とそういうとこちょっと抜けてるんじゃないですか。これは作り話じゃなくて、本当。私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ、今週は東広島市立東しわ小学校の皆さんが登場ですけども、はい、今日は5年生の土井沙羅さんの作文です。土井沙羅さん、はい、タイトルは夢に向かって。夢に向かって東しわ小学校5年土井沙羅。私の妹は生まれつき体が弱いです。だから生まれてからはずっと病院にいました。その時はコロナのせいで病院に行くことすら許されませんでした。私は早く会いたい、可愛いかな、どんな子だろうと暇さえあれば思っていました。初めて会ったのは1ヶ月経った頃でした。その時は嬉しくて涙がボロボロ出ました。今10ヶ月になる妹はよく喋るし捕まり立ちをするようになりました。妹の顔を見ると家族みんなが笑顔になります。私の妹の病気はまだ治療法が見つかっていません。なので私が将来お医者さんになって妹の病気を治す方法を見つけ出し、妹と同じ病気を抱えて苦しんでいる人の役に立ちたいと思います。もしかしたら妹の病気を治せないかもしれません。
私の夢が叶わないかもしれませんけれども、その夢を持ち夢に向かって頑張っていきたいです。うん、すごいね。そうですね、うん、妹のことしっかり考えて、はい、本当に夢に向かって頑張ってほしいなって思いますね、うん、ね、うん、でもお父さんとかお母さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんとか、はい、ね、多分名誉の人はそこまでなんかこう思わなくて大丈夫だからねってみんなで頑張ろうねとかって、うん、みたいな感じだと思うけど、はい、いや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 私がとかってすごい思うんだろうね、うん、そうですね、うん、あでも妹もしっかりしたお姉ちゃんを持ってね、いや本当本当嬉しいと思いますね、え、いやでもこうやってずっと交流が続いていくんだろうね、はい、いろんなことで ね、うん、でお互い信頼関係ができたりとかしてね、はい、嬉しいことたくさん待ってると思います、はい、今週は東広島市立東紫波小学校5年生の土井沙羅さん、夢に向かってお送りしました。明日は4年生の新倉美優さんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。山猿ばあばさんが、はい、昨日は姉から茹でて下処理のしてある山椒の実をたくさんもらいました、うん、早速ちりめんじゃこを買ってきてちりめん山椒を作りました、うん、山椒のピリリとした舌触りと香り大好きです。ああそうだね、いいですね。大人になってからだな。ああそうか、そうですね、子供の頃は、うん、そのうなぎにも山椒かけなかったし、はい、でかかってたら、うん、うわなんか変な、もうせっかく甘くて美味しいのに、はい、そう変なのかけたと思ったし、でも今は、うん、あの汁なし担々麺とかも、そうなんですよ、みんなが引くぐらい山椒かける私も広島に来てからだな、汁なし担々麺に出会ってから、うん、それまで佃煮とかは山椒一粒一粒こうやって抜いてました。ああわかるわかる、はい、でなんか粉山椒とかさ、うんうん、ね、なんかもう、え、なんでかけるって思ってたけど、そうもう信じられないですよ、自分でも最初はこうじゃなかったのってぐらいザッって感じ、ザッ舌ビリッビリニュースです。午前様会議、今週のテーマは厚みの話。やっぱり胸板の厚い男性ってかっこいいですよね。あ、よく見ると横山さんもいいですね。いや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 、ちょっと鍛えてっからね。いやちょっと触らせてください。いやいや、なん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 、待って、でもこれって肉汁バーン。午前様会議、今週のテーマは厚みの話なんですけど、厚みについて何かありますか。トラ帰ってきて、さくらちゃん、トラ帰って、おい、このタコ社長、さくら熱演ですけど、よかったそれ、厚み清さんですよね。厚み違い。午前様様、横川のおじさんって有名なんだって。やっぱそうなんだ。気になってきた。西区の板金屋って人から。はい。私は三笹に住んでいますが、はい、横山さんがオープニングで話していた酔っ払いのおじさん、確かに横川界隈では有名です。話を聞いてすぐに浮かびました。はい。昼夜問わず横川駅のベンチでビールを飲んでいますって。ほー。でもすごいよね。ずっと昼夜問わずビール飲めるってことはずっとお金があるってことでしょ。いや、そうですよね。うん、でも昼夜ずっといるんですよね。どうやってね出てきてるんだろう、お金は。ほんと悔しかったな。ちょっとごめんの、ちょっともう今パチンコで全部吸ってからスカルカンになっとるけん、タバコ一本だけちょうだい、タバコごめんつって、あーもう気の毒だなと思って、はい、その人がエビスビールだほんと中杯とか発泡酒とかだったらまだ、はい、それ安いから、うんうん、ね、あそっかって、あーなるほどね、うん、とかって思うけど、はい、エビスビールを飲みながら武蔵の弁当を食ってたんだよ。リッチですね、豪華に行ってますよね、お昼から俺その時腹ペコだった。いやーそうなんだあとね、悔しいな、6000歩歩いて、うん、はい、耐えきれずマックに入ったのは私ですっていうのが、え、中央リンカーン、すごい自白してきた、はいちなみにこの話、うん、しそ丸さんとこで呼ばれました。あ、よかった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 ショコラシ、そうか、前回金曜日か、はいはい、みたいですね、しそ丸の番組って一切頭に入ってこないんだよねそんなことないですよ、楽しいじゃないですかね、今また歩かれてて1万歩とか結構歩いてらっしゃるんですよね。歩いてるね、頑張って、うん、無意味だよね。無意味じゃないって思う。
歩いても飲んだり食ったり飲んだり食ったりとかしてるはずだから。どうなんですかね、うん、食べるのお好きそうですもんね。はい、そうだね、うんうん、何でも、はい、もう口がゴミ箱みたいな。そんなことない。何でも入れちゃうから。いやそっか、でもなんか本当に私も最近、はい、外を走ることがあったりもするんですけど、おちょっと本当に増え、また増えてるなって思って、その歩いたり、うん、走ったりしてる人が、ああそうだね、また人が増えてるって思って、みんなでもマスクして、うんうん、なんかちゃんとして走って歩いてしてるなと思って。季節が良くなってるからじゃない？あ、そうですね、ちょうど。そっか、ちょっと動くと汗ばんだりとか、そうなんですよ、する時期になってるから、はいはいはい、気持ちいいもんね。そうなんです、うん、でまた汗ばんだら、ああ今脂肪が燃焼されてるって思って、うんうん、もうずっと歩けちゃうんですよね。ああ、だからか、うん、俺ももうその河川敷とか、うん、あとうちの近所の遊歩道とか、はい、歩いてる人が増えてるなと思うし、うんうん、で自分も歩く前にね、はい、家でも今 T シャツ1枚なのよ、 T シャツと短パンなの、はい、で夜になるとちょっと寒いから靴下とか履いたりするんだけど、うんうん、T シャツと短パンでいるじゃん。で一応下はジャージに着替えて、はい、で上は一回 T シャツ脱いで、うん、でわざとヒートテック着て、おうでもう一回その T シャツを着て、はい、ちょっと厚着して、で帽子かぶって外出るのね、はいはい、そうするとちょうど歩き出して 2,30 分すると汗ばんでくるんだよ、うん、で汗ばんでくると気持ちが乗るから。そうなんですよ、あのあそこの電柱まで走ろうとかさ、はいはいはい、あのでっかい木まで走ろうとか、うんうん、みたいなことを考えるの。はいはいはい、それでちゃんとカロリーが消費されてればいいんですけどね。そうなんだよね、思ったよりされてないんだろうなって思いつついつも頑張ってます、うんうん、俺ね、うん、5月か、はい、5月はほんと多分人生で一番夜中にお菓子食べた。なんかわかんないけどすごい食べた、夜中にお菓子を。小山さんのお菓子夜中に食べるって結構爆発してますもんね、うん、なんだろう、多分人よりもだいぶ暴飲暴食ねしてんの。でも、ね、平成だからお昼とか、はい、晩ご飯とかは、うん、節制してんのよ。でそれのやっぱ衝動とかなんだろうね、うん、2時ぐらいまで起きてたりとかするじゃん、はいはいはい、でそっからあっと思って、うん、今日中に見なきゃいけない DVD があるとか、はい、あとそれこそ小説書いてたりとか、うん、映画の脚本書いてたりとか、家がすごい忙しいのね。あ、なるほどね。でもほら今飲み会がないから、はい、全然はかどらせようと思ったらはかどるのよ。はいはい、頑張ろうと思えば。いや、そうそうそう、うん、で頑張ってじゃん、うん、でもう一頑張りなんだけどな、ちょっとビール一本だけ飲もうかな、どうしようかなと思った瞬間にもうダメなの、バーンって、うん、もう考えついたらダメなの。で結局自分の机の右隣のところに、はい、ドンキホーテの黄色い袋に、パサパサの袋に、うん、でっかいやつにお菓子がダーッと入ってから、はい、そこバッと開けてみて、うん、何食おうかなと思って、うん、でこれって決めてからビールを取りに行くので、はい、もうダメだね。ですね、うん、いや私そうやって本当に節制を日頃からして、うん、今ダイエットとか頑張ってる、私ももちろん痩せたいなと思って走ったりもしてるんですけど、はいはい、本当に疑問なのが、絶対爆発する時があるじゃないですか、うんうん、でまたリバウンドする時があるじゃないですか、はい、人生の転機によって運動しなくなったりするじゃないですか、うんはい、なのになんで今頑張ってるんだって時々すごく疑問になりませんか。あ、そうだね、はい、あとはそのほら今コロナでね、うん、また変異株が見つかったりとかしたじゃん、うん、インド型とイギリス側のミックスでベトナム型みたいな、はい、で今度は空気感染が強いですよとかって言われてするじゃない、うん、そうするとその1年半ぐらいさ走ったりとかさ歩いたりとかさ、はい、あと食事を制限したりとか、だからしそ丸みたいにならないように、いや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 、小汚いじじにならないように頑張ってますから今、みんな頑張ってる、だからしそ丸以外はみんな頑張ってる。しそ丸さんも頑張ってますよね、紀州のドンファンと言われてる、はい、そうだったの、しそ丸がそんなに、おお。で、ああならないって悪い見本が目の前にあるから、いやそんなことね、で、すごい節制してるのに、はい、まあお菓子とか食べちゃうけど、うんうん、そうしてんだから、はい、もう絶対コロナにかからないようにして、うん、だって万が一のことがあるでしょ、うん、重症化しちゃって、いや本当に命を絶つみたいなこともある可能性があるものが市中にうようよいるわけだから、はい、もうかからないようにしようとかって本当思うよね、うん、だって頑張ってっから、そうです、うん、だからもうそう、だから人生今、うん、頑張ってるからまだまだ続く、行くと思って元気に頑張れると思って頑張ってるからこそ、うん、かからないようにしないといけない。で小説も今3分の2ぐらいまで来てるのよ、うん、でいよいよこれから佳境みたいな、はい、クライマックスに向かいますみたいなとこなのよ。でそうすると
ここで終わったら、うん、続きを誰も書けない。そっか。だからこの1年ぐらいずっと書き続けてるものとかも無駄になるでしょ、うん、で次の映画の脚本とかもそうだったりとかするし、で今編集してる映画とかもそうだったりするし、はい、全部が未完のまま終わるじゃない、うんうん、いやもうこんだけ苦労して作ってるんだから、いろんなことを、はい、ここで終わらせていける、もうとにかく終わり完っていう字だけは残さないととかって思ったりするから、はい、うん、とりあえずそこまでは一生懸命頑張るみたいな。そうですね、うん、だから今何のために頑張ってるんだろうって思うことは、淵上は何のために頑張ってる、はい、いやだから時々本当に思うんですよ。いつか太るのにとか、はい、だって淵上は太りやすいんだよね。あ、結構そうですね、太りやすいですね、体質的に、体質的には、はい、いつか太るし、うん、まあ、いつかまあ、定年退職もするし、はい、なのになんで今頑張ってるんだろうって思うことはみんなあることなんじゃないのかなって思うんです、うん、思うよね、うん、たださ、俺思うけど頑張っとかないとつまんなくないとは思うんだよ。いやそれもそうなんですよ、うん、確かに。で特に俺は小学校中学校高校ともくるくるパーだったからね、はい、だからもう中学校の時とか280人、いやもっといたよね、おお、クラス、お尻から、ね、お尻から30位ぐらいのところが頂点だったんで俺の。ああ、で高校時代は、はい、200人いたのね、うん、1学年が。で最高が197番だったの。おおだから200 199 198っていうのが横山鈴木茶器っていう、これ魔のクリーンアップって言われてたんだけどこのクリーンアップトリオがいてさ、はい、こちら野球特待のね、うんうん、へえ。それでだから200 199 198、だから197に上がるってことはもうすごいことなの。そうなんだ。だから俺最高が197だった。だからほんとクルクルパーだったから勉強しなかったし、はい、でほらこの世界に入ってからさ、うんうん、ね、スポーツアナウンサーとかやらなきゃいけなくなったから、はい、もう毎日の資料つけなきゃいけなくなってめんどくさいけど、うん、でもそれでのしていかないと自分が広島まで出てきた意味がないとかって思うわけじゃん、うん、でもう人引きずり下ろしてでも上に上がってやろうとかって思ってたから、はい、すごく頑張ってるうちに成果が現れてきたりとか自分に結果が見えてきたりとかすることが分かったから、うん、はい、あ、そうか、みんな受験勉強をこういうふうにコツコツ頑張ってたんだなとか、うんうん、で今俺は順番が回ってきてると思ってるし、なるほど、逆に言うと小学校中学校高校の時は、はい、受験とかを頑張ってために頑張ってたわけじゃん、うんうん、そうね、だけど受験の最大の目標は大人になってから自分の蓄えをつけるためだってするじゃない、うんうん、そのために頑張ってるから、はい、お金にはならないじゃない。そうです、うん、確かに将来の投資だってするけど、はい、俺の今の頑張りは直にお金になる。あ、そこ超絶だ、印税がダッと入ってくるし。てか何のために頑張るかといえば、うん、印税。おかしい。そうだったの。いやまあでもね、本当に確かに、なんか映画だってよ、うん、まあ、奥まではいかないけど何千万単位のお金を自分の才能にかけてもらうわけよ、うん、そっか、そんなことないよ。いやですね、今日もこれ終わってからいよいよあのストリップの第一劇場が、はい、5月20日に閉館して、で今日から取り壊しが始まるの、うん、はい、で今日は多分網張ってで足場を組んだりとかみたいなことだと思うの、うん、だから今日からガーンってことはないけど、次の映画にはその取り壊しのシーンとかも入ってくるので、はい、まあ、撮影とかに入るわけよ、今日明日明後日とか、うん、でそうするとある意味ほら自分のお金じゃなくて人から預かったお金で創作物を作らせてもらえてるわけでしょ、はい、だそれを任されてるのに家でビール飲んででバーベキュー味食ってますみたいなことじゃダメなのよ。ダメ、そうですね、ダメ。あ、 そして頑張んなきゃいけない、ちょっとなんか気分転換しなきゃいけないと思ってちょっと全裸監督を1話から見てみようみたいなして気がついたら2日で全部見ちゃうみたいな、もうそんなことしちゃダメ、ダメですか、うん、言うこととやってることが矛盾してますね、ほんとダメダメくん。そうですねでもあの、うん、亀のような歩み、はい、だったりとかするけども前に進んでることは間違いない、だ現状維持は大いなる後退、うん、はい、っていう言葉もあったりとかして、うん、まあそこまで考えなくていいよって方もいらっしゃるけど、うん、俺はそう思ってますって思うので、はい、ちま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 ゆる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 でも前にはほふく前進のように、まあ、もがきながら前に進んでいくみたいな方が性に合ってるよね、まあ
そうですね。うん、まあだから、淵上さんがいかに、うん、その、何の目的で、今自分を鍛えようとしてるかの方が俺は謎ですよね。何の難しいですね、うん。モテたいってことなの？モテたいじゃない。芸人さんとかでもいますよね。モテたいからなりました。いやでもベースは絶対そうだよ。ああ、そっか。俺さ、横山裕二氏はもう14、5年ぐらい、はい、3、4年かな、はい、やってるけど、なんでミュージシャン目指したんですかとか、うん、なんで映画俳優目指したんですかとか、いろんなゲストの方が毎週来られるでしょ、はい、聞いた時にベーシックに一番最初はモテたいから。ほう。で、そうじゃない人とか、いろんな方々に音楽を届けたいとか言ったら嘘つけばかとかと思う。そんなわけねえだろ、最初は。いや、そんなこともありますよ、きっと。100% ないです。あいみょんとかもモテてーとかって言ったら。違う違う。そんなブルースじゃん。そんな出会いがモテてーとか。違う違う。米津玄師とかもさ。うん、はい。絞って絞って僕のレモンを絞モテてみたいな。違う曲じゃないですか。中山泰造のレモン。いやでもそっか、うん、確かにな。モテって金持ちになってもっとモテるんだよ。あ、最高。金遣いが良くなってで、スタッフとかにもさ、すごい怒ってあげたりとかしたはい、はい、あの人本当にいい人なんだよねって言うけど全部お金で解決してたと思ってる。いやでも確かにそうですね、うん、この午前様で喋ってるこの時この瞬間ですら人に好かれたいと思って喋ってます。でしょ、うん、でそれがその全循環していくのよ、うん、好循環というかいい方向に転がっていくでしょ、はいはい、でそれが悪い方向に転がっていく時もやっぱあったりするから。そっか、そうですね。そうなのよ。はあ。何のために頑張ってんだろう。わかんない。モテたいからね。だから雪だるまでも、はい、少しずつでも前に転がすとちょっとずつ大きくなるじゃん、うんうん、でそれが雪が少ないところでさ、はい、泥だらけになった雪だるまだとしても大きくなることの方を目指す、うん、まあ、なるほど。これ以上転がると泥だらけになっちゃうから綺麗なままちっちゃいままいようかっていう方もいらっしゃると思うし、そっか、俺も泥だらけでいいから大きくなって、うんうん、少しでも、うん、でそのずっと転がしてるってことはずっと遊んでるってことでしょ。うん、そうですね。のことの方がだから眺めてるよりも、はい、泥だらけでも遊んでる方がいいよなとかは思うから、うんうんうん、だから淵上さんもモテますようにってお願いします。そうですね、はいはい、だってさ、うん、このお年頃の時にさ、はい、コロナでもう全然合コンとかもできないわけでしょ。いや、出会いないですね。本当ないわけでしょ。まあ、まあ、淵上さんはね、家に帰ったら男がゴロ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 。全然全然。違う転がしがいるから。大きくしてこう。雪だるまのような男がね。いてくれたらいいですけどね。うん、今日はこの人、明日はこの人みたいな感じでしょ。いや、そんなことないです。さあさあ、この時間になりますと。はい。午前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで、はい、今日は淵上から、うん、厚みの話、分厚さね、うん、厚みの話で問題を出してもらいました。はい、最近近所にとっても可愛い隠れ家的なブックカフェを見つけました、はい、でもあの本当に厚みのある本がたくさん置いてあって、うん、素敵な空間だなっていうふうに思ったりするんですが、はい、ちょっと、今も心に引っかかっていることがあります、うん、一体どんなことでしょうかというのが問題です。さてさて、ラジオネーム、ジャックポットタイガー、ありがとうございます。最近なんか初めて聞くような人多いよね、この何週間かね。うん、うんうん、確かに。うん、なんでジャックポットタイガーって話したんだろう。ジャックとポットとタイガー、ジャックポットタイガー、うん、横山はサイドマウンテンとかじゃないじゃん、なんか。そうですね、うん、なんか思い入れのある言葉をくっつけたとかですかね。うん、ジャックポットプロレスラーみたいですね、なんか。それタイガージェットシンタイガーだけで来るのやめてもらって。ごめんなさい、はい、答えも分からずに言いました、しかも。さあ、はい、淵上さんが、分厚い本が置いてあるカフェ、うん、ブックカフェ、隠れ家的なところなんですが、はい、ちょっと引っかかってること、引っかかってること、うん、それは美味しいコーヒーだったので豆を買おうと思っていたけれどずっと買い忘れてしまって、ああーといつも思うのではないでしょうか。そこは豆はまあ売ってなかったんです、うん、もうコーヒーを出すだけなんですけど、うん、でもコーヒーもなんか3種類ぐらいあって、はい、季節によって変わったりとか、うん、で冷たいのと温かいのちょっと味が違ったりとかして、はいはい、こだわってていいなと思いました。うーん、うん、俺はこれリアルに、はい、そのコーヒーものすごい飲むからさ、うん、だから午前様中もすごい飲むじゃない、はい、で家帰ったりとか考え事の時でもすごい飲むから、う
本当もうほとんどのコーヒーがおしっこで出ますみたいな。あ、なんかこれ以上飲んだらもうブラジル人になりますぐらい、もうなんかそのぐらいのコーヒーの分量なの。はいはい。多分本場の人もこんな飲んでないんじゃないかっていうぐらい。だいぶ飲んでますね。飲んでるけど、うん、ほとんどがブレンドなの。あ、なるほど。だからモカとかブルマンとかいろいろこう、はい、種類があったりするけど、多分出されても分かんない。へえ、うん。だけどブレンド。はい。でいろんなのが混ざってるわけじゃない。うん、そうですね。あれはこれリアルにあのスポンサーだから持ち上げるわけじゃなくて、軽分社で売ってるコーヒー豆ってあるのね。はい、だから軽分社のブックカフェで出されてるコーヒーらしいんだよ。はい。むちゃくちゃうまいぜ。びっくりするぜ。何がどう美味しいんですか？俺に合ってんだよ。だから酸味とか、あ、なんかいろんなものが、はいはい、とか香りとかもそうだけど、最初のバーッと袋を開けた時の、はい、ああこれ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 、って思う。確かに。よくで透明のボトルにガーッザーって入れて、あ、でいつもコーヒーのコーヒーメーカーの横に置いてあるんだけど、はい、で違うメーカーのとか普通の市販のものとかいろんなのを飲むじゃない。うん、だけど、あ、軽分社のなんか紙パックみたいなんだよ、なんか。はい、ザーッと開けて、ねえ、つって、これで多分2週間ぐらいは楽しめるぜ、みたいな感じになるね。へえ。うまい。そっか。苦味が少ないとか、酸味が。いやー、わかんない。いや、口ではうまく言えないんだよ。あ、そうですか。うん、なんかあるんでしょうね、ある、ブレンドで。なんかちょっと飲みすぎたら胸焼けしちゃうよね、とかいうのもあったりするし、はい、ちょっとなんか、その酸味がきつかったりとか渋みがきつかったり、うん、これ煮詰まってんじゃないのと思うのがあったりとか、はあ、味自体も、はい、それの多分バランスが一番いいんだよ、自分の中でね。へー、美味しいなーとかって思う。はあ、私こんな問題にしてるんですけど、あんまりコーヒーを飲むことがないので。ちがみさん待って待って待ってがみさん、ちょっとわかんない。そうだよね、あんたコーヒーあんまり好きじゃないよね。そうですね。時々、時々そういうこだわりのとこに行ったら飲むぐらいで、あんまり味がわからない。神さん。助けて神さん。すいません。二十日市のラスカル。はい。ありがとうございます。しがみさんが、ブックカフェの方に対して思っていること。うん、それは、はい、カフェの方のおすすめの一冊を教えてもらおうと思ったのに、教えてもらい忘れて、あーと思っているのではないでしょうか。あ、でもそこが素敵だなって思ったのが、うん、本当に私たちが持っている本を持ってったら買い取ってくれるんですよ。で、大型の店舗じゃなくって、うん、本当に個人一人の女性の方がされているお店なので、うん、なんか一冊一冊丁寧に見てくださるんですけど、なんかその方が面白いって思ってる本を並べてあるので、多分全部こだわりの一冊、うん、ちゃんとしてんの。うん、大衆誌みたいなないの。大衆誌、うん、漫画とかさ、あ、まあ、網走一家とかさ、ハレンチ学園とかさ、うん、俺の空とかさ、あ、エロトピアとかさ、映画の友とかさ、あまりすみません、ないないと思います。ダメなブックか。辞書とかはあったんですけど。辞書、辞書とか、それこそ本なの親父がさ、はい、さっきニュース読んでたけどさ、本なの親父は俺が会社入ったばっかぐらいの時にずっと広辞苑をあから読んでたんだぜ。へえ。それで俺がさ、なんかそのアナウンス辞典とかいろいろあるじゃん、はい、で1年目とかすごいいろんなものを買わされたりもするし、買わなきゃいけなかったりするじゃん、うんうん、だ時に横山辞書買うって言われて、あ、買いますねって言ったら、日本語大辞典がいいぜとかつって、うんうんうん、どこどこのつって、はい、あれ面白いぜつって、辞書だぜ、あれで面白いぜっていう辞書が、すごくない？そっか、辞書読んでるんだ。読んでるの、楽しんでるの。調べるんじゃなくて。うん。へぇー。すごいよ。一回やってみたいですけどね。無駄。無駄じゃない、無駄じゃない。絶対無駄じゃないから。がボロボロになるまで、うん、一冊の辞書を読むっていうのは、うん、結構。俺だから、俺ん家に今も一冊でっかいさ、それこそ分厚い辞書があるんだけど、はい、それは本棚の親父が、これいいぜって言ったやつ。はぇ、だ30年ぐらい前に、買ったやつだけど、はい、うん、カラーになってて写真とかも入ってて、確かに他のよりも面白い、面白いというか見やすい。でもそれ全部読むってなったらだいぶ、だいぶだよ、ね、多分読み切ったかどうか知らないよ。あ、だけどずっと読んでた。へえ、いいな、ちょっと憧れますね。うん、うん、すごいよね、はい、思いもしないよね。思いもしない。あからずっと読んでいこうつって、あから読んでいこうと思っても多分あの途中で終わるよね。あるよ。で、いのこと何にも分かんないんだよ。そう、ほんと最初の方で終わると思います。絶対終わるよね。うん、あとはバビロン王、
ありがとうございます。淵上さんはそのお店の店名、お店の名前が読めずに、いまだにお店の名前が何なのかっていうのが分かっていない。ああ、一瞬読めない感じではあったんですけど、うんうんうん、読めました、ちゃんと。漢字なんだ。漢字です。時たまさ、横文字でさ、はい、全然覚えられないとかあったりするよね。ああ、そうですね、うん、なんかブックカフェウンベルトカバリエレみたいなブックカフェカリヒリヒヨルお構いでしずよとかさ、もうなんか全然覚えられませんけどみたいな。それは覚えられない。逆に覚えられるかもしれないありますね。なんでこんな名前にしたんだろうってね、あるよね、うん、あるある。そうですね、あのさ、はい、それこそさ、なんでさ自分の人生をかけて作ったお店にこんな名前つけたとかっていうところいっぱいあるよね。あります。お前昔暴走族だっただろうみたいなさ、うん、なんか荒い人とかにアラジンって書いてあったとかみたいなああいうとこ、なぜダジャレできたとか、はいはい、はいはいはい、そうですね、自分の人生をかけるお店なのにきっとでも被らないようにしたんだろうなっていう、うんうんうん、今ね検索したら同じ名前の店がいっぱい出てくるじゃないですか、うんうん、きっとなんかねその人なりそうそう考えたんだろうなって思ってにしますけど、なんかさ、うん、来る夢来る人でライムライトって書いて、いやいや、なんかそういうのそういうのなぜ人生をかけるものにダジャレ入れたみたいなありますね。壮大すぎる名前とかもあります、ね、うん、全然例出てこないけど、あとなんか広島で一番うまい店とか、え、全部食べたんですかとか、あります、ね、うん、なんか商品法、商事法とかに引っかかりますよそれはみたいなで、それを言われると広島で2番目にうまい店って書いてあったりとか、そうそう、あります、ね、よく言うよねみたいな誰が決めたんだろうって、ね、いっぱいあるよね、思ったりしますけどね、うん、あとは大須の旦那、ありがとうございます。淵上さんが、ブックカフェに行っていまだに心残りなこと、うん、それはコーヒーおかわり自由だったのに恥ずかしくっておかわりできない。あー、俺は遠慮なくします。俺もする、うん、あれさ、コーヒーを持ってきてくれるとこあるじゃん。あ、はい、そうですね、いかがですか、なんかおかわりしましょうかって言って、うん、ああいう時に、あ、僕いいですって人がいるじゃん、はい、大人って思うよね。俺もチャプチャプでも、うん、あ、お願いしますってもう必ず言うけどあれは、あ、結構ですっていう人がいたら、え、なんでって、いや、ほんとそう思います。だってこれタダだよって思うのに、うん、とりあえず飲まなくても入れてもらえなとか、はい、コーヒー屋とかも、あ、結構です、え、入れろよ、水だぜつって、命の源だぜとかすごい思う。そうですね、うん、学生の時にすごくあのパンの食べ放題のお店にはまってたんですけど、おうおうおう、そこに行ったら再建なく今よりもやっぱ食べられるからわかる、ちょっとすっごい食べてました、うん、でもなんだろう、今となってはなんであんな食べてたんだろうなって思うけど、なんか損した気がするよね。そう、来たら全種類くださいって言ってたんですけど、うん、そうですね。俺さ、広島西カントリークラブっつって、うん、ゴルフの花道でお世話になってたゴルフ場がさ、はい、朝食バイキングなんだよ。で広島西カントリークラブってもともとベーシックにパン屋さんが運営されてた時期があってさ、はい、ゴルフ場を、うん、だからパンが美味しいの。へー、だけどそこには必ず山芋と納豆もあるの、バイキングだから。なるほど。で、必ずパンも食べたい、はい、そう、納豆と山芋も食べたいと思うじゃん、はい、だから最初和で食べるの、はいはいはい、和食を食べた後にデザートとしてクロワッサンとか、うん、コッペパンみたいなのをバターロールみたいな、はい、あれを散々食うの。うわ、もうお腹パンパンで、もうゴルフどころじゃないの、うん、ほんと貧乏症なんだよね。バイキングとか何を優先すればいいか分かんないですね。分かんない。全部食べたいもん、うん、あ、カレーとかも本当にもう本当拳より拳の半分ぐらいだけ入れて食べたりとか、うん、とりあえず味わいたい。味わいたいね、うん、いや本当分かる、本当貧乏症なんだよなあ、そうですね、そういうの本当に自分で決めた分だけ食べられる大人になりたいです、ね、うん、いや、そうなの本当あのコーヒーの代わりは、あ、結構ですっていう人、うんうん、あんな人になりたい。そうですね、うん、残すのがもったいないって思う気持ちとかなんでしょうね、うん、あとこれでやめとくのがちょうど自分に美味しいっていうのがあるわけでしょ。そうだ、俺なんかもう吐いてでも食おうと思う。私もそう思うで必ず後悔する自分が好き、うん、なんで食いすぎたんだよ、ね、もうそうそう、バカだなとか、はい、あんな自分が好き、そうですね、でも次もやるってやっちゃうんだよね、はい、貧乏症なんだよね。味噌太郎、ありがとうございます。
渕上さんがブックカフェで気になっていること、はい、それは分厚い本に自分のしおりを挟んだままにしてしまったので、 あれはどうなっているんだろうと気になっているのではないでしょうか、はいはいはい、あ、それショックですね、うん、でも私しおり今まで本当に10枚ぐらいはきっと買ったりとかもらったものとかあると思うんですけど、うん、はいはい、今1枚も手元にない。あれしおりってなくなるよね。なくなります。どこに行ったんだろう。本当わかんなくなるよね、はい、俺がさ中学校の時に本屋さんで文庫本、うんうん、まあ角川書店がメインなんだけど文庫本があるじゃない、はい、そうすると中にしおりが入ってんだよ、うんうんうん、でそのしおりが映画の割引券なの。へえ。だから映画館に行く前に本屋さんによってでしおり取っていくと映画館で100円とか200円安くなるの。あ、いいですね、うん、それ。あれでも未だになんか大切に持ってたりするよ、その好きな映画のしおりとかは。あ、そっか。だから本に挟んで使ってたらなくなっちゃうんですかね、うんうんうん、ちゃんと抜き取って取っとかないといけないだろうな。あれ友達に本貸してさ、はい、読みかけの時になんかへっていう字にして逆さにしてへっていう字にされて置かれたりするとそこからペロンって本が割れるからもうとかって思ってたよね。あ、そっちタイプですか。そっちタイプ。私全然いいです。いや、もう俺絶対お前とかに貸したくない。あ、貸したからまあ好きにしてくださいって感じ。今はそう。はい。だから映画の脚本とかももう俺しか持ってないようなすごく貴重なもんとかでも、はい、もう平気。だから、まあ、言ったかもしれないけど森田清水さんって映画監督の方がいらっしゃって、はい、でその方を篠山紀信さんが撮ったっていうポスターがあって、うん、でそれがその森田清水夫人が、まあ、ご主人が亡くなって森田監督が亡くなって、はい、あの写真がないって話になって、うん、で昔はポスターになってたぐらいなのに出版に行っても全然ないっていうつって、はい、まさかと思って聞くんだけど横山さん持ってないよねって言われて、うんうんうん、持ってますよつって、でうわーっつって、はい、もう多分日本中でそのいわゆるポスターね、写真だけど、はい、それを持ってるの横山くんだけなんだよねつって、もう全然調べたけど、で貸してくんないって言われて、はい、で日本で1枚しかないんだよ。で、あ、じゃあもう差し上げますって言って渡して、はい、でそれが森田芳光祭りっていうピアから出た本の裏表紙になってるの。俺のポスターなの。すごい。でそれは今森田夫人が持ってるのね、はい、だからそういうのとかも昔だったら多分絶対貸してくださいねとかって言うのよ。あ、どうでもいいですよもうつって。あ、なるほど。だから一回人が喜んだからとかって。あ、なるほどね。思うけど、はい、お前が俺が貸したもんへっていう字で置いてたらもうクスッと。そうなんですよね、うん、だから人の借りるときは気をつけないと私はしちゃうんだろうなって思ってます、うん、いや、内神ってそういう人だもん。いや、しないですよ。気をつけますけど、はい、きっと無意識にずっと読んでた。あの映画のパンフレットとかもすごい大切に入って渡したらペキッてするやつがいる。持ち手のところペキッて平気でできるやつがいるじゃん、はい、今ペキッとしたよねペキッと、とか全然します。くっそ。だっていずれくちゃくちゃになっちゃうんだからいいじゃんって思う。お前を乱暴にしたい。お前を乱暴に扱ってやりたい。じゃあこれ最後、はい、ともっち、渕上さんがブックカフェで気になっていること、はい、それはジャンルごとに並べて置いてあるお店なので、うん、本のジャンルが違うところに置いているのを見つけたけれど直さなかったことを後悔した。あー、なるほどな、うん、まあ別にいいかな。これともっちの答えってだけどほとんど馬様が書いてる。本当だ。ほとんど2行ある中の 1.5 行は馬様が訂正してるから、あー、そうですね。CM 中にすごい必死に直してました。まあ、送ってきてくださってね、その意味のことが、趣旨のことがきっと書かれていたんだろう。ありがとうございます。さあ、はい、渕上さんはブックカフェで何が気になったんでしょうか。正解は、うん、三国志の全巻セット、うん、14巻のセットが販売されてたんですよ、うん、誰の書いたやつ。北方健三、角川事務所から出てる。じゃあ北方健三さんだな。おお、うん、それが出てて、はい、横山さんも買ったということをずっと前に。あ、買った俺は、ね、そうそうそう、3冊のやつ。俺は上下巻の上下買ったんだよ。あ、へえ。もうダメだった俺やっぱ全然ダメだ三国志。そうそう、おっしゃってたじゃないですか。俺名前が頭に入んないんだよ。そうで、うん、それを聞いてたから、うん、ちょっとチャレンジしてみたいなと思って、うんうんうん、しかも古本だから結構安かったんです、はい、お手頃価格でこれお得だなって思ったんですけど買わずにそのまんまにしちゃった。これなんとかならねえのかな、あれ損がとかさ。
三国志とか前沢がとか、はい、三木谷がとかにしてくれたらすごい分かると思うのよ。なるほどね。野球で分かんないんだよね。ああ、うん、そうなんです。名前が入ってこないんだよね。いっぱい出てくるんですね、うん、しかも文面だけですもんね、うん、そうだから。でも三国志を全部読んでますっていう人とかもう本当尊敬する。いやそうですよね、うん、私もそういうかっこいい人になりたかったんですよ。いやだってさ漫画のキングダム、うん、とかでも歴史ものじゃない。ああ、全然一行も読みたいと思わないもん。本当ですか、うん、ですか。今のところ読んでます。ああそう、はい。まあ、進撃の巨人もどこでもいいけど、まだ星神が好きなものが何にも興味ないんだけど。ダメなんだ歴史書が。ああそうですか、うん、特に中国の分、はい、分かんないの。あとまあ洋書、はい、海外のもの、うんうん、もうその主人公が、うん、名前がもう分かんないんだよ。そうですね。ナタリータがなんとかかんとかとかさセニョリータがなんとかかんとかと、はいはいはい、うん、でなんかキミマロがなんとかとかさ、もうなんかキミマロお待たせしましたセニョリータとかさ、なんかもうケーシー高峰がみたいなのもう分かんなくなるの。外国人の名前が、はいはい、混ざりますよね、うん、リリー・フランキーがとかさ、もうなんかちょっとなんか漢字の、うん、なんかピエールとかいう名前だったらタキとかつけて、まあ、ピエールタキがとかつけてほしいよね。覚えやすいです、ね、覚えやすい。ほんとダメなんだよ。だからほんと尊敬する。三国志読めたらそうですよね、うん、読みたいんですけど、うん、まあ、読めないかもしれないって今思ったりもしてるんですけど、うんうんうん、だから買えばよかった、買うぐらいはすればよかったなって思って、まあ、すっごい後悔してるんです。キッカーさんの家、うん、行くともう歴史書だらけなの。すごいんだよ。お好きなんですか。むちゃくちゃ好き。もう専門家に詳しいって言われてるからね。はあ、はあ、だからキングダムの実写版でしたっけ。ああとかも関わってくるだろうし、ねね、でこれから先、うん、もういろんなイベントとかの中国のいろんなものがあった時に、はい、その専門家と対等に話せんの。でしかも専門家よりも詳しかったりするの、聞かせるの。そうだ、考古学とかは、はい、そのプロよりもアマチュアの方がすごいって言われてるものだったりとかするのね、そうすると多分歴史とかもその専門家と同じように文書さえ読めば勝てるんだもんね。確かに。でしかも想像力たくましくとか、自分の立場をわきまえていろんなことを考えて自分と捕まえていったりとかすると、はい、いろんなことが見えてくるからね。ちょっともう一回三国志行って買おうかな、うん、三国志行け。ちょっとえ行こう。で RCC を統一しろ、中国を統一しろ。この分断した RCC という中国を。中国されてなかったでしたっけ。分断してるじゃん、もうクソ分断じゃん。そうでしたっけ、うん、う統一されてると思ってた。一切あの上見てるのバカ、あの分断してるさ。力もねえのに、え、うん、サラリーマンとしてだけ乗してきてるあのバカ野郎ども、お前が攻め落とせ。そんなことは絶対できないです。ちょっと読んでみたく一層なりました今ね、うん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 、頑張ってみようかな、うん、はい、楽しみ。ちょっとはい、わかりました。ちょっとお前から俺聞くじゃん、はい、三国志のこと、どういう話っつって言ってどうかな。そうだ、そうですね。あと星川さんもう36分やばいですね。はい、ちょっと多分過去最長だと思いますこれ。まずい。どうでした、正解者。しかも正解者ゼロ。そうですね、今んとこなしということですので、では御前様様手ぬぐいを一人の方にプレゼントします、はい、当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。さてさて、はい、カープ大瀬良が今日マツダスタジアムでの日本ハム戦に予告先発しますよということで、はい、先月18日の巨人戦以来の2週間ぶりの登板になりますよということですけども、うん、新型コロナウイルスの陽性者がチームに広がり一時全体練習ができなくなりましたが、大瀬良はブルペンで103球を投げるなど実戦に近い形を作りましたよということで、はい、一人で練習する難しい期間もあったけれどランニングなどでトレーニングを取り入れて工夫してきたと振り返っていますということだったりしますけど、はい、あとはやっぱちょっと気になるのはね、うん、共同通信によりますと、女子テニス大坂なおみ選手が5月31日、自身のツイッターで四大大会第2戦全仏オープンのシングルス2回戦を棄権すると表明し、はい、2018年の全米オープン以降、以降、長い間うつ病に悩まされてきたと告白をしましたよということで、はい、金メダルを目標に掲げてきた東京オリンピックがおよそ50日後に控える中、
大坂選手は少しの間コートを離れるが、時期が来たらツアーと協力して、選手、報道関係、ファンにとって事態を改善するための方法を話し合いたいと綴り、復帰するタイミングについては触れませんでしたということですよ、はい、うんうん、でまあ事の発端はその試合が終わった後の記者会見でとても傷つけられていると、自分は、うん、なので今回の全仏オープンに関しては一切記者会見を受けませんと、はい、でそうなると罰金が課せられますと。でこの罰金とかでいろんな苦しむ方たちを助けられたらいいですよねということではあるけども、まあ、うつ病ですと言うともう何にも言えませんっていう話になるけど、うつ病じゃなかったということにしましょう、はい、うん、でプロとしてっていう話をしましょうってなった時に、やっぱプロとしてやらなきゃいけないことってあるよ、うん、とは思っていて、はい、それが自分にとって辛かろうが辛くなかろうがプロだからやらなきゃいけないですよっていうことはありますよっていう。でそれはそれによってたくさんのファンの方にメッセージを伝えることも逆にできる、うん、だからマイナスなことばっかりを話されるとそこによってプラスのこともたくさんありますよねってなった時に 100% 自分の思うようにはいかないと思う、はい、だって記者会見っていうものっていうのはやっぱそれによってスポンサーも彼女がそこで映るから、うん、洋服を提供してたりとか、はい、いろんなことがあってそこはやっぱ飯を食うっていうことでいうとプロとして必要な場所であると思う人もいる。だから大阪なおみが出たくないことで問題になってあれが悪いものとした時にそれでリップサービスでスポンサーを得てる人もいっぱいいる。だからいろんな生き方があるから、なんか広くたくさんのプレイヤーを傷ついたところを見てきたっていうふうに彼女は言ったけど、はい、なんか他の人を引き合い出すのは良くないよなと思う、うん、私は嫌だだったら良かったかなと思うし、で、はい、今うつ病ですそれともう本当何にも言えないで、それによってそれが全てですかってなると、いや他のその大きい大会で勝たなきゃいけないとか練習がとか、それこそコーチとの人間関係とかいろんなこともあってそこに特化して全てがうつ病の原因がそこだというのもまたどうかなとも思ったりとかするし、だけどやっぱプロってそのプレーだけじゃないっていう、いろんな付随するものも含んで商品として動いているっていうことでもあったりするのね。それ考えると多少申し訳ないけど病気ですだったらもう本当言えないけれど、でもやるべきことはやらなきゃね、うん、それもプロの一つですよ。だから映画とかで私は演技をしますが映画には出ますがキャンペーンは出ません、うん、で今言うとほとんどの俳優さんがじゃああなたは出なくていいですって言われますね、はい、だって吉永小百合さんでも回るんだからね。あ、そうですよね、うんうん、ってことはそれも今セットになってますってことよ、はい、だから徐々に緩和していくみたいなことはできるかなと思うけど、あまりにもちょっと強硬すぎたよなっていう気は、うん、だから問題提起をしたいからこの場を借りてさせてほしいしとか、嫌な質問はそれ嫌ですって言っていいですかとかっていうやり方とかからだったらよかったかなっていう気もするし、またでもそれによって精神的に心が痛いっていうこともあるんだろうしとか思ったりするから、だからなんかこう俺たちの職業とかも自分がすべきこととやりたいことみたいなことって若干ずれるんだよね。そこを軌道修正しながら理想に近づけていくっていうことが今回ちょっと強引すぎたのかなとも思ったりとかしたので、はい、なんかプロ論っていうのを語るのにでもちょうど良かったんじゃないかなと思ったりもするので、はい、これでああ言ったこう言ったじゃなくってこれによって事柄が進み始めるっていうことが本人が目指すとこなんだろうなと思ったりとかするので、はいはい、なんか我々もあのカープがあるその広島っていうところに住んでたりするので、いろんなこと言ったりいろんなことしたりとかね、なんかそういったこともあったりするから、うん、考えるのがいい機会じゃないかなと思ったりします、はい、午前様様商品開発部、番組からヒット商品を生み出していこうというコーナーです。リスナーの皆さんにゴーストライターになっていただいて名曲の歌詞の一部を面白く変えてもらうというネタコーナー、名曲ゴーストライターです。ということでリスナーの皆さんには有名な曲の歌詞を変えて皆さんに面白くしていただきます、はい、ということで皆さんに今週変えていただく歌詞を、歌はこちらということで、小泉今日子さんキョンキョンの見逃してくれよですけども、はい、ペケ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 いいじゃんいいじゃん見逃してくれよということで、何を見逃してほしいと皆さんは新しい歌詞で言うんでしょうか。はい、では早速いってみましょう。ラジオネーム福
山の舘ひろし、この件についてはちょっとエビデンスはありませんという言葉にうなずいているけれど、本当は意味がよく分かっていなくても見逃してくれよ、見逃してくれよ。確かに、うん、エビデンス、うん、この件についてはちょっとエビデンスはありませんけど、エビデンスってエビセンのことみたいな。一旦ちょっとグーグルで調べていいですか、うん、やめられない止まらないのことですかってちょっと思ったりするよね。無回転観覧車、すいません、ちょっと今日ボックスティッシュ5個持ってくるの忘れたんですけど、見逃してくれよ、見逃してくれよ。あ、これ意外とちょっと嫌だかも。持ってきてくれないの、マジでと思うなるかも。持って帰んないんだけど、もうずっとすごい置いてあるんだけど、それも言われたら、本当にとかって思うよね。持ってきてほしいって。チューバ奏者、学校の教室で憧れの彼女のリコーダー加えてるの見つかっちゃって、絶対に見逃す。これはでも男が女ってこともあるだろうし、女が男っていう可能性もあるからね。ああ、そうですね。そう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 。いや、見逃した方がいいのかな。見逃した方がいいよ、絶対に。ね、見逃した方がいい。そうですね。ミスターミスった。じゃあ3本締めお願いしますって言われたのに、337秒押しをやってしまっても。見逃してくれよ、見逃してくれよ。はいよね。じゃあ3本締めください。はい、よい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 はい。待って、これ、ちょっとおかしくないこれ、みたいな。そうですね、337秒押しってなってることがあるよね続きまして、はい、ただいま昼寝中、靴ひもすごいしっかり結んだ後にちょっと忘れ物して四つん這いで部屋に戻っちゃったけど、うわ、見逃してくれよ、見逃してくれよ。後から見たら絶対に砂がね、床にほぼバレリーナみたいにつま先立ちで行く時あるよね絶対落ちてますから砂は、絶対にケンケンペイン、カラオケでビーズを歌うときに本物よりもすごい癖で歌っちゃって、見逃してくれよ、あれより強い癖で歌ったらちょっときついかもな宮島じか、本屋で雑誌を立ち読みしていて、あ、これ面白いから買おうって手に取った雑誌は元の位置に戻して奥の方の新品取っちゃったけど、見逃してくれよ、見逃してくれよ。フラミマやりますね、やるね、やる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 、気持ちはわかるさあ続きは、はい、11時台。ラジオネーム藤りんごさんから、はい、昨日から暑くなりましたね。私の仕事は畑仕事なので、うん、昨日から扇風機が後ろ両サイドについている作業服を着始めました。はいはい。これでだいぶ涼しくなるんですよね、うん、毎年軽い熱中症になる私には必須なんです。いやーこれさ、多分20年ぐらい前にそれとかを着てたりとか、その話とかをしたら、いやいやそりゃないわ、洋服に扇風機、え、左右に、そう、前と後ろにも、いやないわないわって絶対言われてたよね。言われてました。便利だよね、便利、ニュースです、すごい好き。午前様様、あのさ、はい、広島ってね、その全国の町の規模でいうと、うん、まあまあ大きいじゃないですか。うんうんうん、ね、はい、で最近全国の天気予報とかが、はい、全国のニュースで出るじゃないですか。え、でも実は広島がないんですよ。そうですよね。なんか北海道とか、うん、仙台とかさ、うん、まあ、東京大阪名古屋とか、うん、いろいろあるじゃないですか。あるのに。で福岡があってさ、はい、だから大阪から福岡飛ぶんですよ。そうですね。だけど時たま、あの局によっては新潟が入ってたとかするのね。あ、すると新潟ってでかいんだなとかって思うの。あ、はいはい。だけど俺このメールを見た時に、うん、そうか、広島って田舎だからかってちょっと思ったんですけど。え、なんで？ただいま昼寝中からね、はい、夜勤から帰宅してポストから新聞を取るついでに家の前の小川を覗いたら、はい、オオサンショウウオが川を遡っていました。おお、年に数回見かけるので、ものすごく珍しいことではないんだけれど、しばらくオオサンショウウオをずっと見ていました。はい、まあ、田舎なのでいろいろ不便なことはありますけども、いろ、うん、んな動物が家の周りをうろうろしているので、まあまあ楽しい自宅周辺なんですよね。はあ、ただ、クマが出るのはダメですね。そうですね。そうなんですね。
田舎なんだよね。だそうですね。そうなのそうなの。いや私も確かに秋太田町に行った時に結構開けた大通りもそばに通ってるラーメン屋さんに行ったら、うんうん、そこから覗いた川に鹿が2匹親子でいてあこんな田舎だっけって思いました。そうなんだよね、うん、だからちょっと勘違いしちゃってんだよね、うん、そう、ああそういうこと、大きいとこなんだよって思うけど、うん、大きいってことは田舎でもあるってことですよね、はい、ああそっか、田舎がたくさんあるってことだからですね。だから自然豊かな町、うんうんうん、だからそうやって表向きに大きいとこと思われなくてもしょうがないって俺はちょっと思いました。はい、ね、そっかってなったらやっぱり雑草もいっぱい生えてくるっていういっぱいねことなんですかね。いっぱいこの時期特に大変なんですよ。そっか、だからもう草が生えない砂とか撒かなきゃいけないはずなんですよ、うん、いやそうですね、欲しいですよね。ちょっと読んでみましょうかジャパネット高田ラジオショッピング、はい、今日もこの方です。ババさん、お待たせいたしましたお待たせしすぎたかもしれません、はいはい、今年もこの土をご紹介するシーズンがやってまいりましたよ、はい、お待ち申し上げておりました。そうです、はい、草の生えにくくなる土、その名もサラサラさんのご紹介でございます。はい、はい、1年ぶりでございます、うん、いやだってねほら雨が続いてちょっと目を離した隙に、はい、もうお庭は草ぼうぼうになっちゃうわけですよ。特にこの時期はすごい、ね、本当でしょ、うん、いやしそうなんですよ、うん、しかもね、あ草むしろうと思ってたら雨になっちゃったとか、はい、草むしろうと思ってたら今日は暑いからやめとこうとかね、うん、いや涼しくなってから、ね、草むしろうと思ったら今度は蚊がブーンって飛んできますからね、はいはいはい、蚊とかそうだね確かにそうだ ね、お庭のお手入れってこの夏は本当大変なんですよ、うんだったら皆さんこの土をまいてください、はい、その場所だけ草が生えてこなくなります、うん、もう断言します、はい、それぐらいすごい土、はい、昨シーズンもご紹介してまあたくさんの皆様からね反響をいただいたそんな土を改めて今年もご紹介させていただきますよ、はい、さあ草が生えてこなくなるっていうとなんか強い薬剤かなんか入ってんじゃないのって、そんな気がしますよね、まずそう思いますからね、うんはい、でも違うんです、これ実は 100% 天然素材だけでできております。お、まあ、細かく言うとですね、まあ、ある岩石なんですよ、うん、これを細かく砕いて土砂のように作り上げているということなんですね、はい、だから何にも悪いものは入っておりません、はい、だからペットを飼っていらっしゃるご家庭も安心、うん、小さいお子さんがいらっしゃるご家庭でも安心してお庭に撒いていただくことができますよと、はい、まずここが安心ポイントですね、はい、で作業は簡単です。1回だけはですね頑張って庭の草1回取り切ってください、はい、なるほど。あとはこのサラサラさんを厚みが均等に 1.3 センチ以上になるように敷き詰めてください。お、はい、若干こうペタペタペタ固めていただくのをおすすめします。ほうほうほう。そしたら効果がなんと4年以上続くんですよ。これがすごいよね。すごいでしょ。結構長いこと全然生えてきませんからね、うんうん、いや、ただ我々ですね本当かなと思ってこれ実験してみたんですよ、はいはい、である公園の一角をお借りしましてね、サラサラさんを撒いたところと撒いてないところ、うん、半年後に行って比べてみました、はい、もう撒いてないところは草ぼうぼうでした、うんね、草を撒いた、土を撒いた方は全然生えてません、うんうん、でスタジオにお届けしている写真は4年後の写真です。もう見てください、サラサラさんを撒いたとこ、うんうん、と撒いていないところの、うん、差が歴然ですよね。明らかに違うでしょ。全然違います。これじゃああれだね、その、うん、あこれお父さん泥パックだよっつって頭とかにしたらもう頭つっつっほらもうそんなとこ撒いたらダメですよ。これも生えてこなくなるんだってほらだから、うん、このね土は皆さん届いたら一つだけ注意点、あの園芸用の土と分けておいてくださいね。ああなるほど、そうかそうかそうですよ。家庭菜園の方のねその土地に撒いちゃったらお野菜生えてこなくなりますからね。でもこれ本当にうまく区切って仕切っていくと、うん、そうそうそう、ここはすごい潤って、うんうんうん、花とかそうそうそう、ね、自分 の, そのできるんです。育てたい植物がいっぱいわーっとなるけど、うんうんうん、周りは綺麗になるってことでしょ。そういうことなんですよ。いいですね。いやこれがねほら最近はほら除草剤なんかもあるからね、うん、薬をまけばいいじゃないと思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、はい、そこでほら隣のお花とか隣のお野菜とかには影響してほしくないじゃないですか、うんうんうん、だからこの土があったらピシッとねブロックなんかで分けていただいたら、はいはい、もうしっかりと生えてほしいところ生えてほしくない場所、うん、区分けをすることができるわけなんですよ、はい、いいですよこれね。これ便利だよね。便利なんですよ。確かに。じゃあなんで生えてこなくなるのか原理を簡単に分かりやすくご説明すると、はい、草が生える条件は3つだけなんです、はい、水と日光と
土の栄養、うん、水と日光と栄養ですね、いわゆる光合成的なことだよね。そうなんですよ、この3つが揃うと草はどんどん伸びちゃうんで、うん、バランスを崩しちゃえばいいじゃないっていうのが発想なんです、はい、つまり土の上に土で蓋をするっていう発想なんですよ、うんうん、だからお日様も届かなくなるし、はい、水も入りにくくなるし、うん、栄養のない土なんでここにはね、草が生えてこなくなりますよと。これ水が入りにくいってことは、うんうん、周りが水浸しになってるしないの？水浸しにはなりません。そこがある程度は吸収するんですよ。そこまではないです。ないんだ。ある程度は吸収します。そうなんですよ。だからいいんですよね、うんうんうん、なのでお庭に巻いていただくこともおすすめだし、はい、よくほら駐車場なんかでもね、あのブロック塀の途中だけビッて生えてくるとかあるじゃないですか。最近ある、ね、あるそういうところにこの土をピッピッピッて詰めといていただいたら、うん、あの飛び石みたいになってる。そうそうそう、ことがある、草生えてこなくなりますしね、うん、そしておすすめの場所はお墓です。皆さん、あ、お墓、お墓だからなんですよ。お墓参りってね、年に何回も行けないじゃないですか、うん、たまに行った時にこの土を撒いておいてあげてください、はい、そしたらね、お墓の周りもうほとんど草が生えてこなくなりますから、うん、もうご先祖様もね、もう清らかな環境でねお過ごしいただくことができちゃうわけなんですよ。ただお墓に霊はいませんから。いやいや、そう分かんないじゃないですか。誰の歌飛び回ってますからね。そうですね。いやだからお墓もねたまにしか行けないよっていう方はいいんですよ。便利便利、そう。だから今回ですね、土の色は2色ご用意してまして、うん、いわゆる土色、これが摩擦土色と言います、はい、あの、ま、黄土色ですね、いわゆるね摩擦土色。それからお墓用に御影色、御影石の色があります。へー、そうなんですよ。でお届けする量もたっぷり、10キロの袋を2つ、20キロセットでお届けします、はい、20キロセットのお値段が税込み価格、うん、6570円なんです。へえ、これは便利でいいでしょ。いい値段。これでね、うん、あの草むしり、辛い草むしりから解放されるって考えたらね、うんうん、はい、お値段以上の価値があると思いますよ。ニトリ的なこと言いなさい。いやでも本当に6570円、ええええ、で、うん、4年ぐらい生えてこないわけ。そういうことです。いやこれね、みんなが幸せになるよね。そうなんですよ。絶対喧嘩になるんだよな、草むしら、いいでしょ、そろそろむしらなきゃねっていう話になって、な、ね、でじゃあ言った人間、気づいた人間がむしらいいじゃないみたいな、そうそうそう、で私はバタバタしてからやってくれたら助かる、ね、でもう次の休日やってくれるよねとかって言われて、もう腹立つわ、もう腹渡りに行くからみたいになるじゃない。そう、家庭円満の秘訣ですよ、ね、なくなりますね。一回撒いとけば草むしり解放されますからね、うんうんうん、なので今年はですね、もう皆さんのために2セットまとめ割りというのをご用意しました、はい、2セットまとめてご注文いただくと、うん、さらにお安く11,800円、はいはい、ね、だからちょっと安くなりますので、うんうん、なんだったら2セットまとめての方が ね、 そうだね、広い面積まとめてケアすることができますので、気持ちが乗った時にドンって買った方がいいよね。そう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 、確かに。もうこれ買ってください、うん、草むしり大変ですから、ぜひぜひお早めに 0120-441-555 番、441-555 番でお待ちしております。はい、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もババさんでした。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田。御前様会議その2。毎週さまざまなテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週は厚みの話でお送りしています、はい、ラジオネームデニー・ジョップさんから、はい、厚みの話ですが、ピザの生地について、僕は分厚いのよりも薄っぺらくてカリッとしたのが好きなんです、うん、レンジでチンするやつみたいな、はい、分厚いのも美味しいけど、あのカリッとした食感がたまらないんですよね、うん、あ、うん、だったらそれでいいじゃないですか。そうですね、うん、別にそれ文句言う気もないですよ。あ、俺はもう一切食べないですけど、そういうのは。あ、カリッとじゃない派なんですね、うんうん、あのパン派、パン生地派。あ、そうだから、何の興味もないし、はい、ある意味だから敵でしょ俺。敵、そこまでいきますか、うん、薄い派と厚い派で美味しいもの論争で言うと。あ、なるほどね。だったらもう餃子の皮とか焼いて食べとけばいいよ。そんなんで、いやいや、あの生地感が美味しいんじゃないですか、うん、だから餃子の皮、餃子の皮だとちょっとね、チーズ乗せてさ、味気がないんじゃないですか、うん、でケチャップとかしてさ、なんか適当適当にマッシュルームとか、なんかそれはそれで美味しいじゃねえか。確かにそうなんですよ、ね、だったら俺も食う。どっちも美味しいっちゃ美味しいんですよね。
いやピザと中華料理はやっぱいろんな味があった方がいいよね、はい、うん、ああまあそうですね、うん、ピザも確かにね、そうだよね、クワトロフォルマッチみたいなクワトロの4つに分かれて、はいはい、最高です。そうだ、ね、一人で食べるんだったら俺もファミリー4とか、ああ、うん、いいですね。なんかクラシック4とか、はい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 、あれなんかなんとか4を頼みますね必ず。そうですね、いろんなのがあるね、うん、月に1回ぐらい、はい、猛烈にピザが食いたいよね。ああそうですね、うん、ピザ美味しいんですけどね、もう油とかがすごいんだろうなって思って。いやそれは考えちゃダメよ。いやまあそうです、そうです、もう、はい、ピザを食べますってなった瞬間に、はい、うん、ピザとね、コーラとね。俺この間さ、はい、あるハンバーガーショップに行ったのね、うん、全国チェーンのとこ、はい、多分みんなが思ってるとこと違うと思うんだけど、うん、でさ、街中にあったので、そこで、はい、あっと思って、うん、ここのハンバーガーそういえばもう何年も食べてないなと思って、でお腹が空いてたから今から向かう場所でちょびっと時間があって食う時間があるから、うん、あ買っていこうと思ったの、はい、で中に入ったの。だからそのさ、いつも頼むハンバーガー屋さんとメニューが違うから何を頼めばいいか全然分かんなくて、はいはい、結構悩んだの、うん、でなんかクラシックみたいなのを頼んで、はい、あとポテトがなんか粉入れてシャカシャカすると味が変わりますみたいな、はいはい、好きです。でそれをバター醤油の粉、あ美味しい美味しいにしたの、うん、でさ、なんかポテトと飲み物を、はい、でっかいのにしたかったの、うんうんうん、でただお店の人がさ、あのポテトと飲み物をちょっと一番大きいのでお願いしたいんですけど、はい、え一番大きいのですかって言われて、うん、もうバケツぐらいのが来ますよって言われて、本当ですかっつって、それ飲み物がよ、はい、で本当ですかって言ったら、え本当ですって言って、で飲み物はあの持って行きながら飲みながら行くから手に持って、うん、であとは持ち帰りでお願いしますって言って、はい、あ本当に大きいのでいいですかって言われて、うん、でお願いしますって言ったら、はい、言うほどでかくないじゃんみたいな、なんだ普通逆じゃんって思うの。確かに何にも言わずにポンとして、こんなでっかいのとかって思うのバケツぐらいありますけど大丈夫ですかって言われて、お一人飲まれるんですよねって言われて、え持っていかれるんですかってすごい言うのに、言うほどでもなかったわ。だってバケツって言ったらもう両手で持つぐらいのって思いますよね。食べたもん全部そこに戻すぐらいの大きさがあるんじゃないかと思ったら、そんなでもないわ、オーバーだわーと思って。ああそうだったんですか。俺飲み終わった後戻ってから文句言おうかと思うぐらい飲み切ったわって言いたかったもんだって。あの映画のね、一番大きいポップコーンぐらいの、あ、そうそう、あんなのかと思ったのちょっと、うん、でドキドキしながらさ、どんなの、えどんなのと、あこちらです、言うほどでもなくないみたいな、片手で持てるわみたいなあれオーバーだったな。あとはですね、目玉ベロンさんからは、はい、厚みといえば食パンの厚さじゃないでしょうか、うん、今でこそ厚切り食パンが当たり前ですが、僕たちの小さい頃は一斤を6枚切りか8枚切りにしたものしかなかった気がします、うん、食パン買ってきてとお使いを頼まれると6枚8枚どっちと聞いてから言ったものでした、はい、そのうち当たり前のように5枚切りが出てきて、さらに食パン1本を買うようになってから、はい、厚切りが流行り出したように思います。ああ、5枚切りとかの方が後な気がするんだけどな俺は。あ、そうですね、あの6枚切りがベーシックにあって、うんうん、その後4枚切りとかになってる気がするの。あ、本当にドンと分厚い分、へえ。ほいでうちの横山家がそうだったんだけど、はい、母清とか父敬吾とかが旅行行った時にちょっと珍しいものとか、うん、ちょっとおしゃれげなものとかを食べたりすると、はい、家ですぐやるような家だったの。ああそうですか。これでなんかどっか、うん、ホテルかどっか泊まった時にすごい分厚いパンが出てきたっつって、はでなんか割れてたっつって、はあ、ま、真ん中がなんかこうさ線が入ってて、はい、でほら生食パンのうちに線を入れて、はい、焼くとファーって開くみたいな、はいはい、ありますね、ありますね、うん、であれがすごい美味しかったっ って、はい、4枚切りを買ってきたのを覚えてんだよ、なんか分厚いの、はいはい、だから多分5枚切りとかは後から出たような気が、あその真ん中ぐらいね、みたいな。あなるほど。とかものすごい柔らかいパンとか、はいはい、もうサクッて、もうだから食べた食感がありませんみたいな、あじゃあ食べてる意味がないわみたいな雲のようなみたいな、うん、あるのとかがどんどん出てきたような気がちょっとするよね。わかんないけど、今喋りながらすっごいパン食べたくなる。あとさ、はい、俺がその子供の頃に、うん、今出た6枚切りと8枚切り、はい、で8枚切りって多分サンドイッチ用なんだよ。あなるほど、薄めのね、薄めの、はいはい、やっぱさ普通の厚さので食べたいよね。ああ、サンドイッチとはいえ、
ああ、なるほど、うん。私、サンドイッチ耳を取って、すごくパンは薄くしてほしい。ああ、お前だからピザも薄いやつが好きで。いや、全然だね。ですね。合わないですね、ちょっと。全く。ただ、同じもの。はい。ピザならピザで、うん、俺の食べたいの、お前が食べたいのって頼んだら、はい、競合はしないよね。あ、そうですね。ぶつかることはないよね。うん、ですね、ですね、うん。あ、いいかもしれないですね。楽っちゃ楽だよ、ね。あ、確かに確かに。ただ、一枚だけ頼みますって言われた時とか、はい、だったら、あ、だってさ、サンドイッチもさ、はい、そのパンが薄いと、ちょっと水分を含むじゃん。うん、で、ちょっとネチョネチョするよね。あー、なるほど。うん、まあ、でもそれが良かったりするんですよね。ちょっとなんか口に入れた時にちゃんとまとまる感じ。だったらお前が食べるサンドイッチに俺水かけたりとかしてもいいんだけど。ほら、こういうことすごいネチョネチョするんだけど。すぐにこういうこと、意見が違ったら。そういうとこです。俺はババちゃんが紹介してくれた土をこうやって振って、ちょっと乾燥させたりとかで食べるからさ。あ、そうですか。うん、まあ、お互い好きなもの食べましょうよ。確かにね、合わないということは分かる。あと一緒にピザ食うこともないだろうしね。そうですね、あとはですね、はい、ひらひらさんからは、コロナ禍でインターネットを利用して本を購入する機会が増えました、うん、ただネット注文だと面白そうと思って注文した本が実際に届くと思ってたよりちょっと分厚いなぁと感じることがよくあります。ある。ネットで注文し自宅まで届くサービスって本当に、ありがたく便利なんですが、本屋さんで実際に手に取って選ぶものもまたよしと感じるようになりました、うんうん、あと薄いけどものすごい1ページの文章の文字数が多いみたいな。あ、ありますね。ギュって詰まってますとか。はい。あと、分厚いけど、会話劇でほとんどスカスカみたいな本もあってするよね。うん、ありますね。うん、ああ、確かに本によって違うから、まあその食感とかをね。違う。うん、あれでも俺が小説出した時も、どの、その、感覚で、1ページ何文字入れるものにしますかとかっていうのも、相談されるよ。ああ。そっか、でもそれによって、うん、なんとなく、あ、この本読みたいかもとか。ね、パラパラってやった時に、ギュッて詰まってるのと、うん、ゆるゆるってなってる。だけどちょっと分厚いとか。うんうん、だから分厚いのが嫌な人は、ギュッて詰まってて細い方がいいだろうし。そうですね。いろんなのがあるんだ。はあ、確かに感覚分かれるかもしれない。いや、でもさ、うん、昨日ね、その横川シネマに行ってたっていう話をしたじゃん。はい、映画館にね。で、その溝口くんっていう支配人と話をしてたんだけど、うん、そのネットで買う本と、本屋さんで買う本と一緒で、はい、昔さ、映画って2本立てだったんだよね。ああ、私もちょっとちっちゃい頃そうでした。あ、ギリギリセーフ。ギリギリ、はい、入ってます。そうすると、見たいのが1本あるじゃん。うん。で、もう1本は、簡単に言うとどうでもいいものじゃん。うん、うん。ついてるけど。はい。で、見ないとでも損した気がするから、うん、一応2本立ては2本見てたのさ。そうすると、メインで見に行ったものは自分に合わなかったけど、全然期待しなかった、全然知らなかったやつの方が、断然面白かったっていうことがあって、うん、はい、で、その俳優を知り、その監督を知り、うん、その脚本家を知り、で、新しく見識が広がっていくみたいなことをずっと続けてたっつって、うんうん。それで、横川シネマも、ちょっと前まで2本立て上映とかやってたんだって。ああ、へえ。そしたら、お客さんが来て、はい、これって2本見なきゃいけないんですかって言われたんだって。はあ。よかれと思ってやってたのに。そう。そうなんだ。で、一本で半分とかの料金とかないっすよねって言われて、ああ、なるほど。今の人は二本見ろっていうのが苦痛なんだね、つって。それで対策主義になって、はい、全部感動して泣かなきゃいけないみたいな映画ばっかりになったっつって。うんうん、で、必ず、その、平映ってよく言ってたんだけど、はい、同時上映っていう言い方をされてて、こっちがメイン。うん、こっちはサブ。みたいな作品があって、サブの方はもうクソバカみたいな映画がいっぱいあったんです。へー。チャレンジして、はい、もう外しても全然なんてことないですけどみたいな。でもそこに才能あふれるとか、うんうん、むちゃくちゃエッジが効いてるから面白かったり、はい、バカすぎて見たいとか、うんうん、みたいなものがいっぱいあったけど、今一本立てになったから確実に当てなきゃいけなくなったから、ああいう遊びでバーンって触れてるような、はい、トラックやろうとかね、うんうん、なんかこう昔だったパンツの穴とかね、高太郎まかり通るとかね、はあ、なんかいっぱいあるのよ。そのそのおバカだねみたいな、はいはいはい、よくもまあ大の大人がよ、うん、何千万何億かけてこんなもん作ってくるよねと思うけど、うん、そこにほとばしる才能とか見たこともないようなはっちゃけぶりがあったりとかして惹かれていったりするけど、うん、ああいうのがなくなったよねっていう話を昨日したばっかりで、はい、だから本屋さんもそうだよね、うんうん、これ目指して行って本買うけど、実は
見てるうちに、あ、なんかわかんないけど気になるんだけどと思って、はい、あ、どうしようかなと思って、でも、ね、その目指した本だけを買って家に帰る、うん、だけど家帰ってからも、あ、なんかあの本すごい気になってたんだけどなと思って、今度は次にそれを目当てに買いに行くとか、うんうんうん、なんかこう選ぶっていうことによって自分が予期せぬものに手を触れるとか、はい、目にするとかみたいなことがネットの買い方だとなくなったはなくなったよねとは思うね。そうですね、うん、実際に足を運んでいろいろ見るっていうことはね、うん、本当に大事なことですよね。ねえ、うん、それによって多分自分のそのエリアというかさ、はい、思考とかさ、はい、趣味とかその興味とかが広がっていくのが閉ざされたよねという、パタン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 ってこう蓋をされていっているような、うんうん、だ好きなものしかみんな見ない、好きなものしか語らない、だから考え方も偏ってくる、はい、自分と違う人のことがあんまり分かんないとか、うんうん、みたいなことになってはいるよな、なりやすくなった、うん、みたいな気はするよね、うん、とか思うよね。そうですね、うん、あとはですね、はい、この方てってけ猫太郎さんからは、はい、厚みで私が困っているものがあります。それは給料明細です。うん、何かあった時のためと毎月取ってあるんですが、数年分となるとかなりの厚みがあり場所を取ります、はい、これがお札だったらな、うん、まあ、給与明細で取る場所って知れてないですかっていう気するよね。まあだってそうですよね、うん、A4 ですらないですもんね、うん、サイズ的に一冊なんか本捨てたらいいんじゃないですかだからもうスパッと開く時代だと思うよね確かにな、数年分、うん、まあそうですね、うん、ものすごい紙が分厚いダンボールみたいなので来る給与明細だったらたまるかなと思うけど、ペラペラの紙だよね。そうですね、水道水とか知らせるぐらいの大きさですよね、うん、30年分あったとしても、うん、12×30 でしょ。はい、そこそこか、そんな大したことない気がするんですけど確かに、まあ、あればちょっと邪魔だなって思うのかもしれないですね。そうなんだろうね、だけどまあ自分の足跡だったりとか、はい、うん、自分の頑張りが見えてきたりはするよね。ですね、うちとかだってプリントアウトじゃないもんね、もうね。あ、ネットですもんね。ネットだもんね。ネットで確かめて全然ありがたみないよね。だから自分がいくらもらってるかもうここ何年か全然知らない。ああ。で確定申告の時に、はい、あの他の収入とかも含めた総額これっていうのが出てくるから、 あ俺こんだけもらってんだと思うけど、はいはい、会社からいくらかは全然分かってない。確かにこれ何年か前の見直したりしたら、うん、この時頑張ったなとか思ったりするよね。あ、そういうのもあるかもですね、うん、でも入社して1年目とかは、はい、あ、こんなに戦力になってない給料泥棒の私にこんなくれるんだと思ってたよね。思ってました、うん、あ、でもその頃から思ったらちょっとずつやっぱり増えてったりもしてるのかもしれない。あ、でも俺たちが入った時の今の俺の給料は多分30代後半ぐらいの給料だよ。全然上がってないから。あ、そうなんですか、うんうん、あれ話違うじゃないとかすごい思うそうだからネットだからあんまりね、分かんないの、分かんない、分かんないですね、いくらもらってるかね。そっか、ありがたみないよね。確かにいいかも、でも置いとくのは。ということで今週は厚みの話で、皆さんからまだまだお便りお待ちしています。午前様様商品開発部、番組からヒット商品を生み出していこうというコーナーです。リスナーの皆さんにゴーストライターになっていただいて、名曲の歌詞の一部を面白く変えてもらうというネタコーナー、名曲ゴーストライターです。ということでリスナーの皆さんには、今週は小泉今日子さんの見逃してくれよの歌詞を変えていただいて、はい、面白くしていただくというのをお願いしていますけども、はい、バカバカしい作品がまたたっぷりきてねえ、ずっと CM 中からそうなんですよ、ずっと午前様会議喋りながらもずっとこれを選んでたっていう大変そうです、大変ありがとうございます。さっきテンパりすぎてフェーダー上げずに叫んだっていう、そうそうやること多すぎ、大量に来てますね。さあ、はい、それでは小泉今日子さんの見逃してくれよ、どういう風に皆さんは変えてくださったんでしょうか。早速いってみましょう。ラジオネームミネストローネミッコ。田村厚生労働大臣がテレビに出られるたびに髪ふっさふさだなっていうことしか頭になくても、見逃してくれよ、見逃してくれよ、まあ、ね、ぎっちりだよね。いや、そうです、ぎっちりね、うん、きっとたくさん分かる。それに対する二階堂さんみたいな感じがあったりして、ね、見逃してくれよ二階堂ね、二階堂。ゴリゴ13、担任の先生を間違えてお母さんって呼んだけど、見逃してくれよ、見逃してくれよ。
ある、恥ずかしい恥ずかしいけど、うん、俺一回小学校の時おばあちゃんって言ったことある。おばあちゃん小妻先生って。確かにおばあちゃんだったんだよね。その方がおばあちゃんだったんだ。まったり風。東京ディズニーランドって本当は千葉にあるんだけど、千葉の方は見逃さないですよね。千葉の方はアピールしたい、ね、いやそうです、うちですからね、うん、だから兵庫の人が甲子園球場でうちですからね。そうです、譲れません。甲子園球場の近くの交番、甲子園署すごかったね今回ね。女性巡査部長が、はい、33歳の男の人と不倫で付き合ってて、で署内でエッチしてて、で何ヶ月かで別れて、すぐ次に配属された若い子とまた付き合って、また署内でエッチしてたっていうのがバレて、で新聞に出てて、で処分されたんだけど、はい、どっから漏れたって思うんで、で甲子園署にいるその警察署の人たちはみんな違うバット出すのかいみたいな。いやしまっていこうって思って。なんともコメントしがたいです。大変ですねそれ。映画になるわこれ。いや映画にはしないでください。彼女は交番で踊るとか、これなるよとかと。踊るのやめてください。ラジオネーム、はい、ゴリゴサーティン。カキピーのピーナッツだけちょっと食べちゃって。見逃してくれよ。見逃してくれよ。自分も後でカキの種だけ食べるんだったらいいですよ、うんうんうん、それを人に譲るんだったら許せないです、ね、あこの間それこそ彼女は夢で踊るの俳優の加藤雅也さんが、はい、あの娘が柿の種を地面に植えたら芽が出てきたっつってで家族でそりゃないよって言ってたけど、どんどん芽が大きくなっていったけど、はい、どうやら雑草だったんですよ。そりゃそうだよねって。びっくりした。今ちょっと信じちゃった自分が。本当にって思ったけど、雑草だった結局。そうですよね。そうだよ。当たり前だよと思いながら。チューバ奏者。ソフトクリームが溶けて、自分のシャツについて、それを、って舐めてるとこ、周りの人に見られても、見逃しましょう、うんうん、まあやるよねと、まあ、見て見ぬふりが一番です。まったり風味。悪ふざけして勘違いってしたけど、結局俺が突き指したわ。見逃してくれよ。帰ってきちゃいましたね自分。むちゃくちゃうまく入ったんだろうね。ああそうです。そろそろ初老。広島の皆さん、お好み焼きを皿と箸で食べても見逃してくれよ。おい、いいじゃないですか。これ必ず言うよね。鉄板じゃないんだやっぱりとか。鉄板で食べたいんですよ、ね。ヘラじゃないのとか。そう。うん、もう本当ヘラで口をこうってして。本当。火傷した。あと目にマヨネーズをピーってやる。そう、これは痛い。風の流れのように。あのさ、ちょっと結婚指輪なくしちゃったんだけど、どうせタンスの肥やしだからね。いやいや、そんなことないでしょ。ダメでしょ、見逃さないですよ。そこはちゃんと探しましょう。結婚指輪なくすって外すってことだよね。あ、まあそうですよね、うん、確かに、ね、どっかに置いちゃったんだ、うん、どういう感じだったんだ。まあ外したらね、絶対どっか置かずに財布とかに入れとかないダメだよね。まあそうですね、うん、なんかね、奥さんも怪しむだろうし、うんうん、金のためにもう絶対忘れるね、肛門に入れとくたらもう取り出せるかな、わかんない。じゃあこれ最後、はい、蛇使い座。柳田にど真ん中のストレート投げちゃったけど見逃さないよ柳田は。見逃さないでしょうね。ホームラン行っちゃうんじゃないですか。スタンドインするよ間違いなく。そうですね、うん、おうまい、それいいですね、面白いね。ということで、はい、ということで、今週は小泉今日子さんの見逃してくれよでしたけども、うん、そうですね、来週も引き続き小泉今日子さんの見逃してくれよがテーマです。締め切りは来週の番組スタートまで。皆さんからのネタお待ちしています。ではエンディングです、はい、会議のテーマ厚みの話から私淵上が問題を出しました、うん、お話問題が、素敵な近所に素敵なブックカフェを見つけたんですが、うん、そこでちょっとなんかあることを、し忘れてしまって、うん、悔やんでいること、はい、一体何でしょうかというのが問題で、うん、正解が、三国志全巻14巻セットを買い忘れた、買わなかった
うん、ちょっと悔やんでる。悩んだんだよね。そうなんですよ。買えばよかったって思ったんですけど、ちょっと買いに行こうかなって今思ってます。うんだね、安かったんだよね、はい。そうなんです。お得だったんです。うん、はい。ちょっと読めたらまた。そうだよね。何気14巻また高いよね。そうです。14巻で1500円とかだったんで。安い、ね。中古店、中古屋さん。安いね。そう。ただこうコロナの時期にちょっと中古本って嫌だったりするよね。ああ、まあね。何気にちょっとね、そうですね。きっと消毒されてるでしょう。ということで買いに行きたいと思います。はい。ということで今日の当選者発表です。午前様様手ぬぐいをラジオネームアビマルさんにプレゼント。そして日本行動の気分に合わせて選べる4つの香りのお香ルーミークリーン&リラックスをラジオネームコツコツなおちゃんさんにプレゼントします。はい。それぞれおめでとうございます。おめでとうございます。ラジオネーム麦ちゃんさんから。はい。おはようございます。早いもので6月ですね、うん、先週末ピョン吉 T シャツをお店で見つけたので思わず購入しました、はいはいはい、番組で話題になっている時は店頭で見つけることができず諦めていたんですが、うん、ようやく手にすることができました、はい、コロナウイルスが落ち着いて緊急事態宣言が明けたら横山モーデに来ていきたいと思います、はい、今日もありがとうございます。とんでもないですよ、うん、ピョン吉 T シャツはベーシックに俺じゃないですから、ね、本当は太田さんですからね、うんで、太田さんも、もともとスタッフの人からドッてもらったらしいんだよね。はい、ああ、そうなんだ。で、それで着るようになって、で、この間ようやく、その何十枚もあった、はい。ピョンキ T シャツが、その在庫切れになったと。で、ようやく違う服が着られるかもしれないっていう話をしてたら、はい、なくなったらしいねってまた取って送られてきた。永遠に抜け出せない。ピョン吉 T シャツ。太田さん余ってるのでこっち回してもらったらみんなで来ますからね。ああ、そうですね。はい、はい、はい。またね、なんかイベントやるときに。なかなかね、見つけられないってことですから、うん、そうなんですよね。一回スタッフ全員でピョン吉 T シャツ着て、記念写真とか撮ったんだよね。ああ、いいな、うん。その時まだ担当してなかったんですよ。そうなんだよね。午前様様。何気に楽しかったんだよね。はい、羨ましいです。あとはね、巣ごもり静江から。はい。日曜日に、そろばんの検定がありました。うん。で中学校が忙しくなり今回の検定でそろばん教室をやめることに決めています、はい、検定は手応えありで悔いのない最後の検定になりました、うん、結果がとても楽しみです、今日は初めての中間試験の2日目頑張りますねとか。おお、頑張って。はい、タカブランカとかは、うん、琵琶の木をいくつか見かけますが黄色い実が濃くなってきてたわわに実って美味しそうだな。うん、ドラえもんを読んでいたらしずかちゃんがのび太くんにうちで採れた琵琶です食べてくださいというシーンがありました、はい、しずかちゃんの家には琵琶があるんですねとか。へえ。93キロのプッコラからも、はい、メロンやたわわに実った琵琶、たくさん並んでいたので買って帰りました、うん、美味しかったですジューシーでしたねとか、はいはい、あと淵上さん蛇使い座から、先週の木曜金曜日ニュース読んでましたけど、はい、カミグダグダになるあたりやっぱり愛される淵上さんだなと思いました。え、そんな噛んでましたっけ。来週も頑張ってください、ね、頑張ります。こんばんは、爆笑問題カーボーイ。ありがとうございました。